はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ドラミです。本日朝は大谷翔平さん MVP2 度目の満票受賞、そして夜は侍ジャパン決勝進出と嬉しいニュースがね続いた一日でした。井端弘和監督、この3日目作成になってしまうんですけどね、今日こそ頑張って待ちつし取っていきたいなと思います。なかなかコンボが揃わん、頑張っていきます。いきますか。いやー、大谷さんすげえな、ほんと。あの長いメジャーの歴史の中で MVP 受賞が、満票でのね受賞が初めてっていう、2度目が初めてっていうね。いや、そういう歴史的な一日ということで、気合入れて頑張っていきたいなと思います。大谷さんに負けずに、よいしょ、諦めずにコンボ4つを揃えていきたい。いきますか。G-SHACKゲームニュースさん、頑張れ、ありがとうございます。どうもです。あずすけさん、ウビーナシさん、あっさりさんも、コンドラさん、どうも。いやー、万波さんすごかったっすね。129m弾、バックスクリーンに突き刺さりましたよ。あれは本当にいいバッティングだった。そしてちょっと待ってくださいね、これは幸先が悪い。一旦ストップ。よし、厳選しよう。アクーニャジュニアさんもね、満票で受賞。両リーグが、アリーグもナリーグ、両方のリーグで MVP になった選手が満票っていうのは史上初めてでしたっけ。両方とも満票というね。それが大谷さん、アクーニャジュニア。一昨年の大谷さん MVP 取った時のナリーグの方の MVP 誰だったっけな。いや、でもアクーニャジュニアさんはちょっと覚えておきたいな。40ホーマーの70盗塁、インパクトがすげえわ。やっぱ満票での受賞って記憶に残るんだね。ちなみにバリーボンズさん MVP7 回取ってるみたいだけどさ、満票での受賞2度っていうことやってないんですよね。やっぱどれほどこう満票での受賞が難しいかっていうのが本当によくわかる。で、これはチャンスあるかな。1回戦アンドロメダ、2回戦、いや、アンドロメダじゃない、1回戦がラグナロク、2回戦スルメ。さあ、昨日はなかなか揃わなかったラグナロクとスルメルート、今日こそこれは決めたい。いや、こんばんは、どうもです。今度はどうもです、いらっしゃい。ラグナロクがこれ知ってた。矢野ワンちゃん可愛かったね。大谷さんの MVP 受賞の時のあのワンコ、あのワンコが大谷さんの愛犬なのかどうかみたいな、その辺どうなんだろう。いや、でもめちゃくちゃ懐いてましたね。ほぼ大谷さんのワンちゃん。大谷さんとこう、なんだろう、結構な時間共にしてると思いますよ。少なくとも1日2日でできる絆ではない。あ、一平さんの愛犬の可能性すごく高いですね。まあ、こんな感じ。はあ、まあ、とりあえず1回戦ラグナロク、2回戦スルメルートはまだ残ってる。4回戦アンドロメダは、いやー、最強大学エビルでのコンボがなくなった。いや、どうもこんなのです。こういう時にラグナロク来るんだよな。いや、ちょっと待って、4回戦アンドロメダでコンボ、久方村雨コンボ、ちょっと待ってくださいね。
雪の水の、コンボ久方村雨コンボ、3回戦が帝王かどこだっけ、春英高校かマントル高校でコンボあるんだけど、4回戦までにあとコンボ1個が、4回戦アンドロメダでコンボかないっすわスバルよ大事なところで邪魔するスバル。じゃどうもコンドラです。大地も可愛いありがとうございますまあ大地もね、その大谷さんの MVP 受賞のニュース一緒に大谷さんと同じように膝の上に乗っけながらね、はい見てました。よいしょ、大地は何のこっちゃみたいな感じでなんかこうまったりと寝てましたけど来たかこれ。1回戦ラグナロク、2回戦スルメさえ引ければコンボが3つ確定。アンドロメダ潰しといた方がいいかな。エビル高校の出現率アップを狙う。3回戦も一応フリーな状況を作っとくことによって、いやちょっと待ってくださいね。プールイベントは用意できないか。わがま財団はいけない。じゃあ一応3回戦帝王でコンボいけるために千賀くん獲得お願いします。前夜祭スバル来ませんように。よし、いや台風組組長さんもコンドラスタンプどうもです。大谷さん MVP 当然、いやでもあの3人の中だったらもう大谷さん一択ですね。よしラグナロクナイスよっしゃ、これで2回戦スルメが、来る確率が4分の2来ればもうほぼ確実なルートでしょ。4回戦がエビル高校で一応コンボあるんで、2回戦スルメまで引ければコンボが3つ確定で、3回戦に帝王高校か4回戦にエビル高校が来れば勝ち確。お願いします、行きましょう。全ロッテファンから一言、いつもの劇場だった。いやでも横山さん結構いいストレート投げてましたけどね。うん、ちょっとスライダーがねストライクゾーン入んなくて苦しんでましたね。バッターとしてはもう本当にストレート一辺倒で、まあ、待てばいいだけやったんでちょっと苦しんでましたけど、それでも球威だけで抑えてた感じがありますよ。次はどう攻めるのか、よかったと思います横山さん。いやー大谷さんどこ行くかな。本当に強い球団いってほしいっすね。肩のボールを掴んだ、取ってアウト。パワフェスチャレンジャー、いやワールドシリーズにいってほしい。もうただ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 それだけ。でエンゼルスさ、ここ10シーズンで、まあ、マイク・トラウトさん3回、大谷さんが2回、 MVP 選手5回出してるんですよ。それでプレーオフ1回も行ってないですからね。 MVP 選手がいてプレーオフ行けないエンゼルス。もうだいぶ厳しいと思いますよエンゼルスは。まあシャニエルさんとかいい選手は出てきてはいますけどね。ノーアウトで同点のランナーが出ました。そしてバッターボックスはいいの、ランナーを返すことにし、これは楽々セーブ。まあ正直言ってレンジャーズ打ちました。センター前のヒットになとか、カブスとかドジャースとか行ってほしいな。いいの、ナイスヒットです。いや隅田君今日めちゃくちゃ良かったですね。ピッチングチェンジアップがとにかくもうキレッキレでした。ではランナーはそれぞれ進んでいます。緩急が完璧だったわ。
じちゃったボールはコロリンコ、まずは同点、もう一人変えた。まあでもエンゼルスとしては大谷さん絶対引き止めないといけないですよ。第9さあ発射した。大谷さんが抜けたら投打で大谷さんクラスの選手をね、こう生み出して、なおかつ今シーズン到達成績なんで、投打で9回のエースクラスと、まあ9回の4番クラスの、まあ4番というか、まあ9回の最強バッタークラスを集めなきゃいけないっていう、エンゼルスからしたらもう大谷さん抜けた穴はでかすぎる。絶対引き止めなきゃいけないですね。まあ大谷さんがどうするかってなったら間違いなくとんでもない金額になると思うんだよな大谷さん。エンゼルスがまず提示する金額も半端ないことになりそう。じゃあビビヨンさんも近藤さん不動です。では改めてリプレイでご覧。まあ、大谷さんが本当にどういう決断下すかっすよね。決めるのは大谷さん。メディアとかがいろんな予想を立ててるけどさ、もう決めるのは大谷さんやからね。果たしてどうなるのか。いやー万波さん本当にホームラン良かったです。今日は万波さんかな、万波さんの日だと思う。あと、まあ、杉田さんもそうだし。さあ6球目、高速シュート見逃し三振、三振が欲しい。ここでバッターボックスは小出、投げた。打球速度が172キロで129メートルだ。打った打球はセンターへ、取ってこれで3アウトチェンジ。東京ドームのバックスクリーンフェンス越えるっていうね。同点で迎える3回です。さあ打席にはセンター方向フェンス越える当たりよ、あの深いところ。インコース低めストライク。いや本当に素晴らしいバッティングでした。外角低め見送ってストライク。台風組組長さん、コンドラスタンプに続きね、スパチャ越しあります。侍ジャパン応援リクエスト、野村勇希選手作成よろしく、ありがとうございます。ご支援感謝です。第9野村勇希選手はちょっと苦しんでたな、この2試合。いや本当頑張ってほしい。3回の表が終わって、さあ打席には魅惑の矢部昭雄です。彼の素晴らしい内角打ちが、ね、こう世界大会でも発揮されてほしいですね。矢部ヒットを放ちました。ノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。さあそしてバッターボックスは先ほどヒットを放って、これは優勢、まあ、あとは佐藤輝明さん、その2人がちょっと苦しんでるのかなっていう感じは見てて思いました。マンチューって叫んだ今日の万波さんホームラン。いやでも本当に素晴らしいバッティングでしたよ。22、23歳でさ、万波さん23歳だっけ。さあ3球目で、あれくらいの勢いあるボール打てるバッターって、まあ、なかなかいないと思う。打ちました、センターへ飛んだ、ヒットになります。万波さんはもう誇っていい、ヒットを放ちました。そのパワー誇っていいです。さあ1球目投げた、早田さん、ね、斉藤さん、コントラスタンプありがとうございます。投げました、どうも。打ちました、いい当たり、三遊間へ残ろう、あっとこいつ、こいつセンターだけじゃないのか。いいぞ、点入りました。いや今度は野菜どうです。大谷さん MVP 受賞、大谷さん野手専念ならば果たしてどうなるのか。いやもう、まあ、ちょっとピッチングの方ね来シーズンできなくて、まあ、ちょっと寂しい感はありますけど、でもバッターに専念した大谷さんっていうのを見れるのもまたなんかとんでもない成績残しそうで楽しみですよね。ホームラン60本普通に打つんじゃないかな。この回4点目、平山タイムリーツーベース。ピッチャーとしてね、こう、まあ、投げない大谷さん、疲労が蓄積されない大谷さん、いや本当にすごいことになりそうな気がする。そしてバッターボックスは平山、エタヒットエンドラン、よしナイスヒットエンドラン、ワンバウンドヒットになった。坂田ホームも狙う、
そうだね、藤原京太さんもまた見たいですね。練習試合では結構いいバッティングしなかったっけ藤原京太さん。明日のオーストラリア戦では今日の野村勇希さんに代わって出るんかな。23歳世代、いやいい感じですね本当に。日本のバッターで23歳、まあ森下さんもそうだし万波さんもそうだし、めっちゃいい選手多いな。いい流れです。ホームラン王のトリプルスリー、いや普通にありそう。盗塁40とかやってしまいそうだな。3割ホームラン60本、40盗塁あるんじゃない。大谷さん野手専念したらなんかどっかのシーズンでそれぐらいの成績普通にありそうです。よっしゃ、魔女っ子雪のイベント、まあ、まずは待ち寿司ありがとうございます、お願いします。2回戦スルメ大学、古代大学潰してるから確率は4分の2。お願いします、スルメ大学。よっしゃーナイス。コンボ3つが確定した、あと1種類。お、先駆けスカウトくれば東堂真昼先駆けもありますね。いやもうこれは狙うしかねえ。まあ、いっか、とりあえずレベルだけ。スカウトポイントが全然足りてなかった、誰も取れないわ。藤野さんもコンドラサンプどうです。大谷サイクルホームランとかやりそう。サイクルホームラン、グランドスラム、スリーランホームラン、ツーランホームラン、ソロホームラン。いや、やってしまいそうだな大谷さん。大谷さんの前にランナー溜まれば全然ありそうです。4打席連続本塁打とかも全然ありそう。いやもう可能性が半端ないね大谷さん。野手専念だったとしても可能性がちょっと恐ろしいです。想像できるもんな普通に。3割50本30盗塁とか全然普通に想像できますもんね。変化球ビンビンに切れています。球威のある球を投げ込みます。しかも来シーズンからはね、まあ、再来シーズンからはまたピッチャーとしても出場できる見込みやし、それ考えたらさ、やっぱ史上最高額の契約になるっていうのは分かる気がするわ。え？あっぶねー。ちょっと待って、変えてなかった。これはモブファインプレー。いや今度はどうです、ダブルヘッダーで計4本ダブルヘッダーで計1日8本とか、4打数4ホーマーを2試合連続ありそう。可能性はゼロではない、てかむしろ大谷さんが一番可能性高いんじゃないか。抜けました、余計な力が入ったか。次が4球目、外れた、ボール、低めに攻めていきます。落ち着いて、外れて、まずは初球、ちょっと荻野さんの初球打ち、球数を節約したい。軽快な守備を見せました。これでスリーアウト。いやー、モブファインプレーのおかげでアウト3つ取れました。救われた、モブに救われた、モブに救われたでやんす。いや絶対無理じゃんこれ、肩強すぎる。いや大谷さん、そう今年も20盗塁、ピッチャーとして出場し続けてたのに20盗塁やってるんですよ大谷さん。そりゃ満票で MVP ですよね。MLB の最多ホームランは誰だっけ、サミー・ソーサさんが70本とか打ってなかったっけ。
まあでも ステロイドやってたんで、その後のなんだろうクリーンな記録としてはジャッジさんの62本が最多ですかね。あ、ボンズさんだっけ。投球これから4球目。打った、痛烈な当たり、掴みました、サードへ送球、パワフェスチャレンジ。でもそのバリーボンズさんも満票での MVP 受賞2回やってないんですよね。タッチはアウト、刺されます。いかに大谷さんがズバ抜けているか。0対0で迎える2回です。そして迎えるバッターは乙女。いや、バリーボンズさん73本か、えぐ。投球これから2球目、アウトコース見送ってストライク。まあでも彼は黒だったからな。トンネル。パワフェスチャレンジャーの挨拶コメ、レオさん、コントラスト、コントラスト3番の高評価あります。決勝進出祝いでね、ラグナロクとスルメすんなりと揃ってくれたけど、果たしてどうや。4回戦エビルの出現率がどんなもんだ。最強大学潰してるから確率3分の1。まあ、ひとまずこの試合天王寺か、天王寺と村雨取らなきゃいけないんですよ。パワフェスチャレンジャーズ、さらに逆転のチャンス。ここでバッターボックスは平山。勝てば3人じゃないしな。これも外します。さあ3球目。3回戦リゾットでもコンボの可能性あるようにしとこうか。ブロンコ&ザンスイベント、初球を打った。いや、よきよきよき、逆風8メートルの中ヒットナイス。カットマンへ送る、ヒットだ、ヒットになった、まあ、ヒド君のトンネルはいつも通りです。チャンスが続きます。タッチアウト、ワンアウト。もう使わざるを得ないヒド君。さあ次の球、引っ掛けた、平山、三塁へ向かう、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウト。さあこれで3回は1番スタートできて、ここっすね。ちょっと早めに内側、危ないボール投げた、ストライクになった、キャッチャー2塁へ、そっとこれもあるのか、やべ。も1塁ランナーは2塁に進みました。よし、早めにね、早めに筋力と技術をピッチング操作で稼いでいきたい。九州にやってまいりました。この場面栗山監督、日本ハムの最高責任者として、責任者として就任。いや、本当におめでとうっすよね。打ちました、いい当たり。うわ、貫通が多すぎる。記録はショートのエラー。試合後はノックが必要なようです。試合後はノックが必要なようです。栗山さんが完全に日本ハムの球団のそのね、チーム編成に関わるという。初球を打ちました、センター前ヒット、クリーンヒットです。これ、まあ、それだけじゃなくていろんなアイデア出すんでしょうね。ファンを喜ばせるいろんなアイデア。そう考えたらすごい楽しみ。なども、こんばんはいらっしゃい。いやー、栗山さん、とにかくもう WBC でのね貢献度がでかすぎますよ。第3球を投げた、打った、いい当たりだ。まあ、ヌートバーさん呼んでね、こうチームとして一つにまとめ上げて、パワフェスチャレンジャーズ追いつきました。 WBC 金メダル優勝。面白くなってきました。さらに勝ち越しのチャンス。さあ打席、あの恐ろしいまでのメンツが並んだアメリカ打線相手に、まあ2失点、2失点ピッチング決勝戦、あれすごかったっすね。さあ打席で日野が勇敢に立ち冷静に考えて、あのメンツを2点に抑えてしまうという日本の投手陣。でちょうど3点取って勝つっていうね。いや、マジで名勝ですよ。日本シリーズ優勝もしてるし、日本シリーズ優勝かつ WBC 優勝。その監督は今まで誰、王さんやったっけ。王さん日本一やってた気がするな。王さんと原監督と栗山監督の3名だけか。素敵ヒットだ。ボールはコロコロ状態、
日本の投手陣リレーを魔球の方程式と呼ばれた。しかもみんな年齢層若くてさ、フォーク切れてたし、ストレートちゃんとストライクゾーンで勝負できたのも本当に良かった。メジャーの強打者陣をさ、ね、こうオールスターに呼ばれてないとおかしいような、そういうバッター陣を苦しい局面を迎えております。ストレートで9位で詰まらせてストライクカウント取っていけてたっていうのは本当にすごかった。龍野さん、その近藤さんとどうです、大谷さんの MVP よりもワンコの方が気になった。あのワンコ、大谷さんのワンコなのか、大谷さんのワンコだったらいつから飼っているのか、名前はなんて言うんだ、名前気になりますよね。強風で打球はどうだ、ヒットになります。水野ヒットを放っている。さあ矢部の時間がやってまいりました。名前募集中の件どう思うか、名前募集中とは、いやごめんなさい、その件がそもそも知らないですね。投球これから2球目、打ちました、センター前ヒット。でもってこの試合スカウトポイント何ポイント稼ぐかによるんやが、どうしよう、まあまだいっか、ひとまず矢部くん走らせよう。じゃあパイナップルさんも近藤さんプロです。もしかして総監督、いや大谷さん、あのワンコを総監督って呼んでる。それはここだけのチャンネルにしといてほしい。いやでも本当に名前気になりますね、ワンコの名前が一平じゃないはず。一平ちゃん、通訳さん大好きすぎかよ大谷さん。いやでも水原一平さん、本当に大谷さんの支えになってるからな。なんかこうワンコの名前、ワンコの名前に一平ってつけてたとしても不思議じゃないですよね。大谷さんのさ、もし仮に今後結婚されて、まあ子供が生まれた時、男の子だったら名前が一平になる可能性普通にあると思う。ここで得点して有利に進めていきたい。それほどまでね、もう、いや本当にもう、なんだろう、まあ、仲いいように見えますね、まあ、それだけじゃなくて普通に大谷さんにとっても欠かせない存在になってるもんな、一平さん。え、アウトかよ、惜しい。結構レアな決闘、名前なんだっけ。外のボール球、打った、強襲、破っていった。犬種の名前が覚えられなかったな、結局。ここでバッターは今日犬谷さん。一気に行きたい。犬谷さんか。ボールは中継。犬谷さんが今年の流行語大賞にノミネートされたら面白いな。投げた。初球すっぽ抜けました。オランダの漁師のお手伝いをしていたワンコ。猟犬か。じゃあミニチュアダックスと結構、まあ、ダックスフンドと結構なんかつながり感じるな。結構な胴長だったし、なんだっけ、人懐っこくてちょっと警戒心あって、で遊ぶのが大好き、ね、そういうワンコらしいっすよね。それ聞いた時にあれ大地と結構似てるなと思いました。ミニチュアダックスフンドのまあ特徴と結構似てる。さあ矢部が矢部たるゆえ貯金を打った、ヒットになります。オッケーナイスだ。カットマンへ送る。矢部、大谷さんの家は豪華だった。まあ今年40億50億でしたっけ、そりゃね。あと普通にエンゼルスが用意しててもおかしくない、最高の物件を用意しててもおかしくないと思います。中継ヒットだ、ヒットになった。いや今度はどうです、4点差でギリ超える、超えない、超えなさそう。110点の4点差 1.4 倍、筋力154点。よし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 、自動終了、怖っ。あ、盗塁のコツ、かなり敏捷節約できる。スカウトは 66%、 OK、ちょっと待ってね、天王寺と、村雨が確定で、
4回戦エビル来たら一応コンボあるんで、ヤベモンと闇のコンボあるんで、3回戦のコンボの可能性。マサルじいちゃんかな。意外性のコツも取っとくか。これ精神ポイントも普通にでかい気する。ザンスだったらね、3回戦ミゾット高校で一応コンボあるんですよ。ザンスブロンココンボ、内容がロケットスタートと、まあ、井端さんは内野安打まで持ってるからさ、ロケットスタートはありかもしれない。あとチャンスのコツレベル3、チャンスビーム持ってるし、井端さんに合ってる。田中勝の場合だったら3回戦水鳥、波動高校が来る可能性は結構高い。5分の2、ミゾットが来る確率は8分の1なんですよね今。いや、ゴブリンマントル潰してるから7分の1か。7分の1のミゾットにかけるか、5分の2の波動高校にかけるか。田中勝とミゾリコンボの場合はエントランスホールで技術と精神がかなり良いで、さよなら男のコツがもらえる。いやー、でも井端さん内野安打丸とチャンス持ってるしな。選んでしまった、ザンス。行きましょう。ザ・ミゾットがそこにいる。ではこちらへどうぞ。お、主人公の経験点消費あります。スカウトもね忘れちゃダメですね。10点差近く取ったのにやる気が下がってしまった岩田さん、どんまい。でコンボ2個目、村雨&久方イベント。このイベントで走塁 B 持ってる岩田さんに金徳高速ベースラン、まあ、プラス守備職人のコツが重ね掛け。うん、いい感じです。同時にコンボ起こせればいいのに。いや本当だよ。うわー、玉三郎だったか。正解は玉三郎。そんなん読めねえよ。波動暁高校 OB、普通に暁高校 OB かな。天城と雲海コンボ丸、ちょっと待ってね。レジェンズ行くよりも暁高校 OB の方が敏捷ポイントめちゃくちゃもらえます。合計経験点は暁高校 OB の方が多いしですね。で六本木取ることによって守備力のコツをもらえて、敏捷技術精神は多分、うん、レジェンズに行きようか、各経験点7、80点ずつ節約できると思います。うん、7、80点ずつ暁高校 OB の方が美味しいですね。ただアイテム本がある。ちなみに暁高校 OB の場合はコンボの可能性よ。白井くん、スカウト白井。いやー他ないな。左京奇跡のスカウト、ナナイトアレフトぐらいか。いやー、マサルじいちゃん選んでたらばもう何も悩む必要なかったのに。ちょっと待ってください。まあ、とりあえず東堂真昼取っといて、とりあえず経験点使ってパワーが53だっけ。どうしよう。肩のコツがもうないんで肩あげます。いやマジでどうしようかこれ。肩65、先駆け信じる、先駆け&東堂真昼。まあ、まだブロンコスカウトとか可能性あるもんな。ゼロではない。一旦盗塁 B。
走塁のコツの可能性はもうないかな。あ、そうだ、忘れてた。ホーム突入取っとかないと。ラミーちゃんからホーム突入のコツはいらない。これでいいかな。ナナイトアレフトは同一人物。ナナイト左京ですね。左京奇跡のスカウトとかもあるし、うん、可能性としては普通にまだ残ってますよ。行くしかねえ。まあ、せっかくなんでもう盗塁も A にしとこうか。ミートのコツがもうないか。ミートあげます。魔術師はね、この後天王寺ゴブリンコンボで守備職人のコツさらに重ねがけいきます。まあ、そっからかな。うん、とりあえずこれで OK。 何やったっけ。レベル上げ。2回戦スルメ大学で村雨と天王寺。これレベル上げよう。あ、よかった、ガイア人がもうやベンチにできない。いやー、すげえな。日野と天王寺、パワーの日野、総合力の天王寺、圧倒的守備力の村雨、特徴がない矢部明夫。決まったね。スタメンは決まりました。いや、弓を見て OB チーム、 OB チームいきますか。いや、おこんばんは、いらっしゃい、どうです。今更ながらパワープロの公式能力って金徳一つしかつけない縛りなのか。金徳2種類ついてる OB 選手が未だゼロ。どうなんすかね、その辺は。いつの日か。いつの日かなんかそういう、やってほしいけどな。石郎さんとか金徳3種類ぐらいついても誰も文句言わないっすよ。村雨がレフトはありえない。まあ、ひとまずこれでいっか。やべんちでやんす。村雨は守備、圧倒的な守備。言うてパワーも C まで上がるし、矢部くんレベルのパワー弾道になるんですよね。矢部とほぼ同じの打撃能力。打ちました、初球打ち、左中間へのヒット。矢部を、あ、これは高い、取れない。おい、村雨、嘘、どうした。一塁蹴って二塁へ。その送球は矢部と同レベル。おい、どうした。矢島、二塁蹴って。何をやってるんだ。矢島、送球の間にホームへ。嘘だろ。ランニングホームランです。パワフェスチャレンジャー、なんと初回先制点を呪われている。頼りになる。さあ出た、今日も元気に。矢部の呪い、はい、栄冠9レベルの守備、今年一の珍プレー、村雨の早期エラ。嘘だろう、これやべもんだって一応早急 D なのに。嘘だろ。天王寺、アンダーを放ちます。ノーアウトで同点のランナーが出ました。身体能力抜群。ねえ、魔物こっちに発動してんのか。村雨です。武士を思わせるような佇まいはやはり本人も意識しての。いや、やべの呪い怖い、本当に怖い。一塁ランナーは恐ろしい呪いを見た。投げました、投球ストライク、キャッチャーさん、これは楽です。まあでもこっちもワンヒットでね、二塁ランナーはランナー三塁進みました。投げました。で、犠牲フライで1点。打球はセンターへ。おっと。お互いひでえ。なんだこのゲーム。ここはラッキー。さあ、よし、犠牲フライ扱いに放ってる。経験点ゲット。すげえな、お互いシングルヒット1本で1点か。これは優位セーフ、盗塁成功です。そうやって帳尻合わせてんのかな。足速え。やべ以上の足走力、それが村雨。で、ヨヨさんもコンドルサンプどうです。やべを変えろって言った。
矢部がライト守ってたからこそずっと、そっか、だからあんなにひどいエラー出たのか。もう矢部くんずっとベンチでいいや。これ記録どうなる？ツーベース。よっしゃ、スリーベース。マジか、今の完全にタッチ間に合ってたと、間に合ってたと思うんだけど、結果はスリーベース。犠牲の質っていう文字の並びが好き。犠牲フライのエラー、まあ、記録は犠牲フライなんでね。犠牲フライの経験点、精神9ポイントもらえます。それがでかい。狙いすましたストレート、バットが空を切ります。打ちました。いやー、間抜いてくるね。矢部とは違う欲求力。ナイス。4回戦最強引けない。こっちも怖いな。引けるかな。パワフェスチャレンジャー勝ち越しを許します。いや、ヤシマシ早。パワフェスチャレンジャーズ追う展開迎える2回です。盗塁 A、 井端さん、ナイラン、キャプテンのナイススティン。一塁ランナーは二塁に進みました。やめか。3本取りました。これでスリーアウト。パーフェスという名のもはや栄冠ない。栄冠ないんで時たま見るやつ。2人の選手がエラー。ワンプレーで2エラーはつらい。うえい。ひでえな、みんなひでえな。これパワフェスチャレンジャーズ、運も味方につけます。アマチュアレベル。打席にはヤベモン。何かを狙っている。守備の崩壊がみんな止まりません。タッチアウト。みんな台風に焦っている。まあ言うてね、苦しい局面。いやでも台風じゃないんだよな今。パワフェスチャレンジャー風速1メートル。初球引っ張った、ファウル。投球2球目。スライダーはストライク。さあ外してくるのか。台風でも何でもないのき。ライトフライ、飛距離は出ていません。みんなこれがスノ能力か。恐ろしい。五十嵐貫通。日野くんも貫通しそうで怖いです。まずは一塁牽制、二塁へ送る。タッチアウト。スリーアウトチェンジ。いやー、エラーで出塁したのに操作なしか。第1球を投げた。初球を打った。三遊間のゴロ。これは六本木さん、いい守備です。これでワンアウト。パリーグ TV で取り上げられる。五十嵐貫通。さあ初球、村雨さんのまさかの送球ミス。素直なバッティング。あっと、おっと、岡橋。記録はサードのエラー。パワフェスチャレンジャー、ここはラッキー。なんか安心感あるわ。五十嵐のエラーを見るとなんかこう。さあ初球、よいしょ。打ちました。初球打ち、まあ、実家のような安心感。こたつに入ってみかん食べてる時のような、そういう安心感ありません。タッチはアウト。これでスリーアウト。あとは五十嵐くんの送球エラーが見れれば完璧。パワフェスチャレンジャーズ、ここは踏ん張りどころ。さあ六本木、穏やかに打席に立ちます。ユキのこの場面乗り切れるか。打ちました。五十嵐くん落球と貫通と、おっと、日野くんも落球。勝ち越しを許します。送球エラーが揃えばもう整ってしまう。展開迎える6回です。さあ、やべ、盗塁ができない。何かを狙っている表情だ。振り出しに戻したいところ。二塁送球、一塁へ送る。送球エラーないっすね。二塁へ送る。タッチはアウト。さあ打席で日野が勇敢に立ち向かいます。投球ボール、ボールを二塁。これは六本木さんのモデルって誰なんだろう。小坂さんとか。いやでもそこまで足速くないしな。外のボール球打った。ショートライナー。いや、ヒットにならない。惜しい。さあ1球目投げました。いやー、まあ大丈夫ですかね。1点差。よしよし、1点差で止まってる。さあ初球、
いいボールだ。変化球が切れています。いやみんな守備が崩壊している。切れています。さあ勝負してくるのか。打った。みんな守備崩壊してる中でさ、延長戦行きたくない。これで2アウト。ちょっと早めに上限182点稼ごう。内角低めいっぱいストライク。きついな、技術ポイントとにかくきついな。次はどう攻めるのか。一つ外したボール、カウント1ボール2ストライク。低めのボール引っ掛けた。7回2アウト取ったのに、それでもまだこの経験点。あ、ワンアウトスタートか。五十嵐君フォアボールで失礼。ちょっとここだね。ここアウト2個取って、いや取れねえ。いい送球。どうもこんばんは、シャイノーです。どうやらここはアランとヤブ以外禁止でパーフェクト作り、お疲れ様です。オールモブ投げた。カーブ見送ってボール、外れましたが、いいコース。アランとヤブ君は使っていいか。ユキのヒットを打た。まあヤブ君もモブに比べたら一応守備範囲あるし、アラン君はもうパワー圧倒的だし、いいメンツだと思う。いやこれナイスキャッチ。これで2アウト。第9投げた。球威のある直球、バッター動けません。いやストレートでアウト欲しかったけど、まあアウト2個取れ、取れない。まずは同点。アウトが2個取れません。ちょっと練習が足りないようで。あれ、さあ初球4失点ペナルティ。あれ延長戦確定した。ひどい。キレのいい変化球、まっすぐ空振り。さあ次は何で来るか。いやー怖え、ストレートでアウト欲しい。オッケー、もうファースト投げない。これで3アウト。怖えよ。さあ打席にはヤベモン。いやキッズ初球打ち、バッター五十嵐をカバーする六本木。アウトです。一塁はアウト。うわーこれ六本木さんめっちゃ練習してそう。勇敢に立ち向かいます。投げました。リプレイ映像えぐいことになってそう。これポロリからの六本木カバー。記録はアウト。はあ今日なんか要素が多いんだけど。引っ張った。どうしてこんなことになってんだよ。軌道二塁を狙う。ランナー二塁でストップ。軌道素敵な二塁打。六本木さんにインタビューしたらもうあれだよね、五十嵐さんならもう落球すると思ってましたと。五十嵐がボールを落とすと思いながらいつもプレイしています。もうそう答えそう。いつものことですので、常日頃監督から五十嵐はエラーするものだ、まあ、そういう教育受けてるんですよね。いや延長戦確定してしまった。では星300近くまで強くなったモブ。星300のモブはそれはもうモブではない。初球を打ちました。そこらのサクセスキャラよりも強い。取ってこれで3アウトチェンジ。9回の東道に、まあ、9回裏ではもう絶対届かないんで、よしこのイニングちょっとなるべく筋力稼いで10回の裏いきますか。五十嵐いらんや。五十嵐よりもモブサードを使った方が絶対暁強い説やると思う。だってこの試合さあれだよ、五十嵐君落球に貫通に、まあ、落球六本木さんのファインプレー3回あるんですよ。この試合だけ でしかもプレイヤー操作だけで、数少ないプレイヤー操作だけで五十嵐君そんなにもうポロポロしてる。日本の井端監督、いや井端さん本当に頼ます。意外性とかも早めに取っちゃってもいいんかな。よいしょ。さあこっから、ここは送って、お五十嵐ついにバッティングの方絶好調なのに。バッティングの方も信用されなくなってる。
バントゲッツ。パワフェスチャレンジャーズピンチが続きます。イガラシもーもうダメだよ。変わろうぜイガラシ。絶好調でそれは本当にかわいそう。ほらおるやん。強いやん。意外性だぜ。中水先発でいいじゃん。第2球を投げました。打ちました。ファーストの左。前に落とす分。オッケー。その後のカバーちゃんと自分でできてしまう。それがやべも、いやこれは素晴らしい。160キロ投げるノブが出てきた。早すぎる。スタミン全員佐藤太郎。オール1でクリア可能なのか。まあ、勝つだけならいけそうだけどさ、やっぱなんだかんだ言って経験点マックスは盗塁とかもしなきゃいけないんで、うん、総力1じゃもう無理ですね。天王寺大事な場面で盗塁を決めました。ここは出塁したい。三塁線いい当たりですが、グラスラならいけそう。落ちてくれ。ナイス。7位3枚ヒット。132点の4点差 1.4 倍ボーナスなら超える。10回の裏ワンアウトから強襲チャレンジ。残りアウトは8つ。8つでホームラン1本。 OK です。いやー安心感の塊やったね。これは残された打席数がメンタルを正常に保てました。オッケースカウト 100%。 さあ全員取れるようになって、八島確定かな。走力のコツは欲しいで、守備力のコツ、肩のコツ、精神60ポイント五十嵐。いやさすがに守備のコツでいっか。6本いきます。走力のコツと守備力のコツを買って取っていった。ストイックに練習ですね。でさらに臨床。いやパチパチパチあります。さあポップタイムを短縮。送球タイムが早い。素晴らしいゴブリン。コンボ3つ目、ストライク送球と魔術師で、守備職人のコツが合計レベル4からの魔術師いけるようになりました。いや敏将も65点やし、経験点美味しいですね。フィーロさんおやすみなさい。おそらさんありがとうございます。つくもさんはバランス型、まあ、早球もあるし弾道さんっていうのがいいですね。大高血と非道がセットで揃っている。まあとりあえず大高血は取っといて、現在 B ランクか。一ノ瀬さんどこまで上がるっけ。400超えるよね。で八島、八島はちょっと低いんか。300前半。332。六本木さんも300中盤ぐらいでしたっけ。いやもっと低いか。321。まあ言うて300は乗ってる。で大豪傑様が星528。まだ B ランク。エビル高校お願いします。なんでシャイニング。マジか。ストライク送球と魔術師揃ったのに足りないのか。コンボが1個届かない。はーい、いつね。今日も運命力が足りない。4回戦イビル高校3分の1を当てることができなかった。あ
3分の1でいけたのに。鈴本マジで絶望だったな。3回戦我が間だったらね、中之島とでコンボあるんだけど。おっと、水野速攻で来てくれる。1回戦空いたから1回戦メカニクス。東堂真宙当てて、どうしよう。2回戦戦国ルートか、2回戦ぶっちぎりルートか、2回戦がガンバパワフルズルートか。1回戦メカニクスからのスカウト東堂真宙からの2回戦スルメで3回戦か4回戦でコンボ。これでもいいか。いや、いろんなルートあるな。まあ、精神的一周、まあ、監督だし、ワンチャンそこも狙おう。なお、すみません、おそらです。さあ、結構いいメンツだと思うんだけど。まあ、第一の関門ラグナロク。違う、メカニクスか。6分の2が出ません。もう OK。 いや、もうとにかく回すしかないね。やべもんのさよならグランドスラムがなかったことになってしまった。すまねえやべもん。まあ、ただ残りリモコン53個もあるんで、その中でコンボ4つ揃えばいい。ナイス。これは1回戦ラグナロク、2回戦スルメ、3回戦帝王の4回戦がエビルか最強かアンドロメダ。あるんじゃない。やべたも来てくれた。これはラグナロク当てることができればでかい。やめろ。バス停と SG トゥルルー。鈴本混ぜてよ。いや、どうもこんなのです。いらっしゃい。鈴本は、いや、混ぜるためにもあれだね、2回戦プール行かなきゃいけないですね。プールでイベントって、まあ、ラミー内藤メール掘りすぎ以外にちょっと考えつかないんですけど、可能性の問題よ。お、井端さん作り終えた。お疲れ様です。こっちはなかなか昆布4つが揃いません。この3日間昆布4つがマジで揃わん。あー、ストライク送球。これ。どうしようかな。前夜祭。いやー、最強。アーチストってどうなん。でもコンボあるならな。アーティストか、アーティスト井端。帝王か。まあ4回戦アンドロメダ確定じゃないしね。これはさすがに飛ばすか。いや、さすがによ。清本アンヌはちょっと別の作戦の時に揃ってほしい。いや、この3日間マジで運ないな。井端さん作成の時に限ってくるアンヌ&清本アーティストイベント、違うんやって。来てほしいタイミング全く違うんやって。パワー低め、意外性持ちのアーティスト井端さん。まあでもアーティストで、うん、絶対使い切れない筋力ポイントを使うっていうのもありですけどね。これ3人コンボかスルベルートかめっちゃ悩む。さすがにバンプルート、
1回戦が空いてる。いやこれこそ1回戦前夜祭帝王来てほしいな。マルチ弾伝説のさよなら男大声とウドコンボ。いやこっちでいっか。かもしくはインフィネット大会側、強心臓と違う勝負しか違う違う違う、こっちあるか。2回戦廃墟高校、土剣とお宝でコンボあり、定期スタと一級入魂とチャンスのコツ、レベル4とヘスラ、あと早急のコツ。いやでもな、1回戦3回戦4回戦であとコンボ1個か、ちょっと厳しいか。廃墟の場合は、いや廃墟というかインフィニット大会側の場合はワンチャンスカウトで何か当てることができればでかいけど、1回戦ドスコイからのコンボとか。いやでも3人コンボ狙えるんだったらまだやっぱこっちのパワフル TV 側ルート狙ってみようかな。3人コンボいきます。いや1回戦パワフル高校はちょっと今回はなしで、マルチ弾がね、マルチ弾がちょっと井端さんに合ってない。来てしまった。いやマジか、行きたいチームが何もない。ただ1個目のコンボは水野と雪のコンボあるんですよね。で2回戦バンプ行って内藤メール堀杉ラミ、行きたいチームが何もない1回戦。さすがに飛ばすか。あコンボ気にせずに能力だけで作った。まあそれだったらね本当にパーフェステンポいい感じにいきますよね。コンボが揃えばなおいいんだけど、すんなりコンボが揃いますように。お待ってました。1回戦ラグナロク、2回戦スルメ、それでコンボがもう3つで、3回戦帝王か4回戦がエビルか最強大学。やっぱこのメンツだよ、このメンツ。いや頑張りますよ、ありがとうございます。作成選手で一番日数がかかったのはもう藤川球児さんですね。いつかだっけ、56週かかりました。うわー、ラグナロクが。いやこういう大事な時にラグナロクが来ない、大事なところでエビル高校が来ない。さっきの4回戦マジで確率ゲー、確率が最大の壁やね。コンボ3つぐらいだったらね、80-90% ぐらいの確率でスタートしたら起こせるんだけど。あっ、いやーゴブリン来てんのは嬉しい。ちょっと待ってね、スカウトやべたっていう可能性あるかな。1回戦ラグナロク、2回戦スルメ、3回戦がミゾットか帝王。いやーあと1個が、まあ、あと1個は4回戦エビルでいっか。4回戦アンドロメダの枠も潰してるんで可能性は普通にある。4回戦エビルか最強、アンドロメダ潰して確率3分の2。よし、ラグナロクナイスです。来た、
これは高確率ルート。ラグナロク分校。問題は3回戦かな。1回戦がユキノ&ミズノ、2回戦がゴブリン&天王寺、そこまでが必須か。3回戦が帝王かミゾット、4回戦が最強大学かエビル高校、まあ、とりあえず確認 OK です。なお仕事いってらっしゃい、お疲れです、頑張ってください。ノムさん作戦も頑張ってくださいね。 3DS のカセットをやり目的のものが出てこない。何があったんだそれ。いや 3DS 頑張ってください。まずは初球となったらこの試合はもう2点差以下での勝利が必須かな。3回戦とりあえずレジェンドを出したくない。ミゾットか帝王、そしてバッターは横、ここちょっと信じてみるか。気を引き締めしっかり抑えてほしい。いいよ、初球から送ってきました。あーっとショーフラ掴みました。ランナー進塁をバッ、さあ初球内角低め見送ってストライク。まずは決めて1回戦の経験点マックスは143点。2塁フォースアウト、矢部もいい当たりでしたがサードゴロに終わり、第1球2点差以下で143点いかなければいけない。うん、いいボールだ、変化球が切れています。おお、バッター思わず避けます。アウトロー、見逃し三振。小西、いや、よきよきよき、初回アウト3つ。さあ1球目投げた、打ちました、初球打ち、池上ボールを掴んだ。さあ今度のラグナロク戦は一体何回エラーが出るのか。チーム、さあ初球、よいしょ、初球を打ちました、ヒット、ヒットを放ちました。第1球ランナー走った、投球ボール、キャッチャー二塁へ、これは悠々セーフ、盗塁成功です。一塁ランナーは二塁に進みました、打ちました、打球はレフト、よしよしよし、ヒットになります。中継ゴブツーベースヒット、チャンス拡大。さあラクダック6880、まずは初球よいしょ、初球を打った、せっちゃんかリモコンですか、飛んでる、半端ねえな、違う、ナイスなバッティングです。1回戦に時間をかけすぎてる気がする。いや本当にお疲れ様でした。バッターボックスはコニキ、タッチアウト、ツーアウト、ツーアウトランナー一塁二塁に変わります。ボールを三塁へ送った、盗塁成功、ランナーがそれランナーはそれぞれ進んでいます。よいしょ、打ちました、いい当たり、センター前、まあ、こっちはね時間も時間なんでちょっとテンポよく。コニキいいバッティングを見せました。最速で経験点143点を稼ぎ切りたい。いきなりセーフティーバント、ボールを掴んだ、2点差以下での勝利で勝つ経験点が143点。最速でいきましょう。お、これヒットでか、しかもツーベース、筋力技術が68点。いやめっちゃいいペース。ツーベース、パワフェスチャレンジャー先制のチャンスを迎えます。さあ打席には魅惑の矢部昭夫です。初球を打ちました、打球は、あとはこのままよいしょ、ボールは中継、バッターランナー二塁でストップ。まあ、右上の数字が120点になってから2点差勝利 1.2 倍ですかね。120点は最低稼がなきゃいけない。初球は、初球を打った、これはサード真正面、一塁へ送る、 OK、 アウト。いや、お久しぶり、今度はどうもです。ではさあ井端さん作成、3回の表もちゃんと操作来てくれた。これはついてる、あるぞ。5回ぐらいから2点差ありますね。いやー、3塁走られるのいた。タッチはアウト、アウト1個損した。
ここでバッターボックスは横溝。外野の捕殺アウトは経験点にならない。今のアウトもさ、普通に経験点になってもいいと思うんですよ。記録はヒットだったとしても、相手の走塁を突くアウト。山崎幸也さんはセリーグのどのチームに行くか、いやー分かんないですよ。もしかしたらパリーグかもしれないし、まあ、全ては山崎幸也さんが決めること。ただ戦力的にはそうっすね、今先発ピッチャー陣が一番足りてないチームってどこなんだろう。さあ、そしてバッターは今日は安打を放っている小西。得点につなげたい。一番補強ポイントででかいところ、セリーグで言えばどこだろう、まあ、横浜とかですかね。今永さん抜けるし、まあ、もしかしたらバウアーさんどうなるか分かんないし、それ考えたらやっぱ横浜かな。タッチアウト、ツーアウト。そしてバッターは皆川。第9投げた、打ちました。いや、ここツーベース見か、欲しい。ここは守備に阻まれました。ヤクルトもか、まあ、ヤクルトもピッチャー陣怪我人多かったですからね。ハワフェスチャレンジャーズ追う展開、迎える4回です。さあ、矢部昭雄、初球を打ちます。センターフライ、距離は出て取りました。ランナー1塁に戻ります。パリーグならロッテか日本ハム、まあ、日本ハムもちょっと先発陣、初球を打った、レフトへ持っていった。ボールは中継、出塁します。ガブリント、体を張ってバッターボックス。まあ、ロッテも全然ありですね。どういうバッティングをするのか。さあ、次の球、アウトサイドボール。まあ、オリックスも普通に山崎幸也さん引き止め狙ってもいいと思うし、てかめちゃくちゃでかい戦力ですよね。山本由伸さんと幸也さんが抜けたら、ウィックスの先発陣がどうなるか。まあ、でもなんか山下俊平太さんとかで全然こう代役できそうではあるけど、まあでもでかいか、怪我人とか出たらもうどうしようもなくなるもんな。いくら若い選手がいい選手がいるとはいえ、やっぱオリックスも山崎幸也さん必要ですよ。ソフトバンクはなんだかんだ言って結構いい選手たくさんいると思うんですよね。ここでバッターは塚田。さあ、次の球、まあ、でも和田さんの年齢とか考えたら、うん、これから出てくるピッチャーの枚数だけじゃ足りないか。山崎幸也さんも必要か。2回戦24、お疲れ様です。よし、こっちもね、最速でいけてます。バッターは7番、皆川。うわ、2点差ボーナスで各経験点が169点以上。ちょっと株に取りすぎた。まあでも4失点ペナルティー食らったとしても、まあ最後の打ち取りで経験点マックスいけるんで、考えうる限り最速でいけてますね。 OK です。いきなりセーフティーバント、一塁へ送る、アウト。これで2アウト。ああ、超効率的に1回戦進んでる。あとはもう上高いくか。寸前罰だけど、そんなん関係ねえ。外角低めいっぱい、あっという間に追い込んでいます。第3球投げました。よしよしよし、奪三振持ち強い。ズバッと決まって3球三振。
打ちました。ピッチャー正面。よいしょ。一塁送球。アウト。パワフルチャレンジャー。いや、オスナさん残留でかかったっすね、ソフトバンクは。で、モイノラさんも怪我から復帰するっていうことで、そう考えたらソフトバンクの投手陣、怪我人復帰するだけでだいぶ補強されると思うんだけど。やっぱいいメンツ多いっすよ。オッケー。あー、2回戦スルメか。確率はまず4分の2。いきましょう。コンボ1個目、水野&ゆきの敏将50点。これもらって合計敏将60点からの金徳舞寿司。いや、いいペースです。絶対敏将ポイントと精神が足りなくなる。ソフトバンク右打者不足。確かに右打者少ないね。スルメお願いします。よし、ナイススルメ。いや、今日ラグナロクスルメは結構うまいこと揃ってんな。いやー、でもこの後か。3回戦ニゾット家庭を、4回戦がエビルカ最強。4回戦の確率3分の2なんで、エビルカ最強が出る確率は3分の2。この後3回戦ですね。3回戦の確率が8分の2枠かける2チーム。いや、マントル潰してるから7分の2枠かける2チームか。いやー、そこ当てるしかねえ。信じたい。そろそろ確率の壁越えよう。確率の壁を、この反り立つでっかい壁を乗り越えていきたい。草加くんを取り間使って、やべもんファースト、セカンド千賀くんで、サードに東堂真宙、リアベンチで、ここで、天王寺と村雨取るんで、外野陣はもう揃いますね。井端さんセカンド適正取ったら、残す取れば各ポジション埋まる。マン、キー、はい、はい、第9行くしかね。投げました。ウィンドウ決まってストライク。まずは入れてきました。で、この試合は3点差以上での勝利がこれはまずいぞ必要になるんで、経験点の倍率がでかいですね。 1.3 倍以上。おっと3失点ペナルティ、経験点マイナス 18%。井端さん外野手適正どうしよう。守ったことあるんだよな外野手。初球は落とした。ボール。カウントワンボール。まあでもパワフル公式能力が持ってないんですよね。打球はセンターへ。持ってるのは一応セカンド適正。ヒットを放っています。まずは初球アウトを決まってストライク。たらればオスナさんが続投していれば。バットを出しません。ボール。まあでもその後の、さあ勝負してくるのか。試合もまだあったからね。力みすぎてしまったか。さあ次は何を。買いまたぎしてさすがに、その後のファイナルステージってなると、いやー、どっちがどっちだったか分かんないですね。結果もですね、やっぱ投げました。シュート見送ってボール。攻めてきますが、藤本監督の采配が、まあ、結果としてはあの日負けてしまいましたけど。第3球をモスナさんを替えまたぎさせたらどうなっていたかって言われたら、まあ分かんない。打ちました。結果は同じだったかもしれない。バックネットの前でボールを掴みました。なんともいないです。さあ、まあ、そこまで言うんだったら、たらればだったらあれだよ、モイネロさんが怪我しなかったらどうなっていたのか。もうそもそもそこまで行くんじゃないですか。第9投げた。初球を打った。
三遊間ライナー破っていった。レフト前クリーンヒット。藤井さんが怪我していなかったらチャンスを広げました。そしてタッチアウトか。どん前これで3アウト。タワフェスチャレンジャーズ追う展開迎える2回です。そしてバッター打ちました。初球打ちライナーだ。センター前クリーンヒット、まあ、とりあえずソフトバンクは怪我人が多すぎた。ナイスヒットです。タワフェスチャレンジャーズ同点のチャンスを迎えます。初球を打ちました。ザンスマークしていった。ちょっとかわいそうなシーズンでしたね。だからそんな中に2位フィニッシュしたソフトバンク、あれ3位でしたっけ。まあ A クラス行ったのは良かったと思いますけどね。期待してみましょう。お、どうだ。面白い場所に飛んでいるぞ。掴みました。パワフェスチャレンジャー。矢部くんこのアウトはもったいない。ストレートはボール。走れる選手が塁にない。投球2球目投げた。うん、いい当たりだ。左中間へのヒット。いけっかな。無理だと思いつつ、主人公で盗塁狙います。タッチアウト。ツーアウト。上昇軍団の監督ってだけでプレッシャーはすごかった。まあ、あの時ね、工藤監督で日本一めちゃくちゃやってますからね。タッチはアウト。異常なくらい日本一やってましたからね。さあ打席にはヤベモン。何かを狙っている表情だ。外れた。ボール。第2球は。でも冷静に考えて毎年 A クラス行くだけでもすごいんですよ。ヤベモン二塁を狙う。ヤベモン素敵な二塁打を放ちます。タワフェスチャレンジャーズ勝ち越しのチャンスを迎えます。ガブリント盗塁成功。さすがスルメ大学。ここで前進守備を敷きます。外のボール球打った。切れていきます。ファール。だから結果がわからん。外してくるのか。もし仮に工藤監督のままだったとしても、まあ、あんだけ怪我人が出たらね、まあ、さすがに優勝できてなかったと思うし、誰が監督だったとしても辛かったと思いますよ。でクライマックスは短期決戦やし、なんとも言えないですね。東堂が打席でハッスルしてくれます。ボールを二塁へ送った。盗塁成功。ランナーが最強大学いいっすね。一塁ランナーは二塁に進んでいます。こっちもな。この後最強大学来てほしいな。ボールはコロコロ。最強大学かエビル高校か。東堂いや可能性はねめちゃくちゃあると思う。確率は3分の2。そして迎えるバッターは菅原。得点につなげたい。ファウル。中日は過去10年2020年の3位以外が B クラス。10年中9年9シーズンが B クラス。そう考えたらねやっぱ上昇 球団と言われて A クラス毎年行ってる球団は本当にすごいと思う。掴んだ。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。ではあらまあ、中日は落合さんの時が本当に強くて、その後のチーム作りがちょっとうまいこといってないかなっていう感はありますね。まだ暗黒期かな。阪神は暗黒期を完全に出したと思う。オリックスは今が黄金期。まあ、言うたら阪神はもう黄金期に入るところか。年齢層的にも。そう考えたらあの金本監督の時代からさ、ね、よくぞこうチーム作り頑張ったっていうことですよね。阪神なんだっけ2017年のアジアチャンピオンシップ、まあ、今回のね、侍ジャパン選ばれたその前の大会2017年の大会の時は阪神選ばれた選手0名でしたっけ。そこからよ今。阪神及川さんに桐敷さんに森下さんにね佐藤輝明4名も選ばれてる。いや完全にチーム作りが成功してるってことや。カウント2ボール1ストライク。素晴らしい変化球。空振りを奪います。シュートはボール。パワフェスチャレンジャーズピンチの場面。アウトコース合わせた。ファウル。まあでもそんな感じで
苦しいシーズンもあるけど、やっぱどっかのシーズンこう耐えて、まあ若手を育てるシーズンとかに思い切ってシフトするべきだとは思う。まあそういう選手の取り方、トレードで若手取ったりなかなかできないからね。例えばドラゴンズだったらさ、なんだろう、まあ前も言ったけどレギュラークラスの選手を放出してこう期待の若手を取るとかっていうことが多分 2,3 年ぐらい前にできたと思うんだけど、まあ結果やらなかったですからね。積極的にクロスプレイ、タッチアウト、ツーアウトランナーなくなりました。打ったファウル。まあ現役ドラフトで細川さん取れたんで、投げた、打ったセンターへの打球。まあああいう掘り出し物というか、そういうものをこうあと 2,3 回ドラゴンズはやらなきゃいけない。さあ初球は打ちました、初球打ち。でも逆に言えばそれができればあと 2,3 名出てくればもう全然 A クラスあると思います。東堂が打席でハッスルしてくれます。一気に行きたいところ、これは優勢。今回はソフトバンクがゼロ。まあソフトバンク怪我人も多かったし、スルメ大学外野は前進守備を取ります。柳田さんに近藤さん、そのクラスは全然選ばれててもおかしくないかなと思いますけど、まあさすがにちょっと年齢層的にもあれだし、タッチアウト、ワンアウト。今回の大会は24歳か、入団3年目。結構いい選手いるんですけどね、ソフトバンク。24歳以下でも。ただ出場機会数が足りないのとっていうんで多分選ばれてない。初球は初球を打ちました、破った、中継、西野ヒットを放ちました。まあ今シーズンちょっとベテランをたくさん起用した弊害がソフトバンクの場合は出てしまってるな。さあ1球目、初球を打った、ミスを掴んだ、よしナイスキャッチ。パワフェスチャレンジャーズピンチを迎えます。さあ1球目、ここ変化球でアウト取れたら4点差で経験点マックスいける。来季は上林、山本のレギュラー獲得もあるかもしれない。いや全然可能性高いと思いますよ、特に上林さん。上林さん怪我してたけど、怪我する直前すごかったですからね、2シーズン連続で。やべたるゆえんを見せてほしい。打ちました、初球打ち、ヒット。まあただ怪我の内容があれなんで、脚力がどれほどよいしょ、怪我前から変わってないか、セカンドフォースアウト、アウト。そこがちょっと怖いかな。さあ打席にはヤベモン、何かを狙っている表情だ。初球を打った、打球は左中間に上がっている。え、これ取られんの、やば。ゲームは延長に入ります。バッターは7番乙女、第2球を投げました、打ち取ったか、平凡なフライになりそうだ。うわ、相手の守備エグすぎる。まずは初球、これで3点差でも経験点マックスいけるけど、村雨なら届いた。いやまずいな、ちょっと待ってくださいね、これはやばい。ゴブリンと打とう、上がらない、マジか、パワーヒーなのに。やっちまった、ミート打ちが必要になった。え、まずは初球、ミート打ちって何、ランナータッチアップ、三塁ランナーホームイン、怖、パワフェスチャレンジャー、点差を2点、ワンアウトランナー一塁三塁となりました。いやでも三塁まで行けたのでかかったですね、二塁開けることによって二三塁作ることができた。さあ次の球、ここだな。第3球投げました、ミート打ちが怖い。いやーナイスパッティン、これはショートライナーにならないありがたみ。6対6。さあ先
ほどの同点の4軍戦が出にくいようになってる。いやでもメジャーとかだったらまあ5軍制なんで、ほぼ全球団が出てきた選手はすごい選手になるんじゃないですか。今日2本のヒットを放っている菅原、どう出るか。投げた、おっ、センターへ飛んだ。ルーキーリーグにね、シングル A、ダブル A、トリプル A でメジャー。さあここでバッターボックスはここまで2安打西野。第2球はアウトローを見送ってストライク。まあ5軍ですよね。ライト神高いくか。だからこれからなんじゃない。ソフトバンク3軍作ってさ、いやその3軍の選手が1年目で機能したかって言われたらそんなわけなくて、やっぱ若干時間かかってますから。ソフトバンクが4軍という制度を作って、まあそれを評価できるのは多分まあ早くても5年後くらいだと思いますよ。今ソフトバンク3軍制、3軍制度がダメだっていう話全く聞かないですもんね。むしろ2軍制度の時とか3軍制度のおかげで本当にプロ野球界レベル上がったと思う。打席には魅惑の矢部昭雄です。投球2球目、投げた、ストライク。育成枠からの活躍した選手がマジで多い。投げました、やべえ、ディアンス届かねえ。村雨走る、さよならか。3軍制度ができて今何年目なんだ、10年ぐらい。4軍制度ができて、まあ、仮にその後5軍制度ができたとして、まあ、できてから10年ぐらい経ったら今のような感じになるんじゃないですかね。打った、ボテボテのショートゴロ、ボールを掴んだ、際どい判定、1塁はセーフ。育成のソフトバンク戻ってきてほしいですね。いやでも本当にたくさんいい選手いますよ。サクッとツーストライクまで追い込んだ。さあ勝負してくるのか。バットを出しません。ボール。インローン見逃し三振。ワンアウト満塁です。FA 乱獲。まあそのバランスもありますけどね。でも個人的にはでも FA そんなに悪いもんじゃないと思ってます。やっぱチーム内の競争とかもえげつないことになって。あれだし、あとチームとしてやっぱ勝つことが目標なんで、まあ、育てることも大事だけど勝つことも目標だからね。そうやって例えばこう、例えば仮にあんまり使えてないけどでも他球団から見たら有望な選手がいたとして、その選手をトレードでね出すことによって補強ポイントを補えるし、まあ、野球界も活性化するし。打ちました、三遊間のゴール。よっしゃ、ナイス、ダメ。だから問題なのは FA 取ることが悪いっていうか、トレードがあんまり活性化してないことが良くないのかな。塩漬けされてる選手がめちゃくちゃ多いっていうのが多分日本球界の問題。まあそれも現役ドラフトで、まあ、若干やけど解消できたし、本当良かったと思いますよ現役ドラフト制度。あんなん強制トレードやもんね、12球団合同の。あ、そうだね、独立リーグの対戦増やしてほしいね。結局資金問題、いや本当それですよ。でもねやっぱお金出さないと野球界って発展しないと思う。投球これから2球目、落ちるボール。さあ外してくるのか。まあ、練習設備にお金を出すとか球場にお金をかけるとか、まあ、日本ハムがね球場にお金かけましたけどとかいろいろありますけど、やっぱこうお金出してその、まあ、ハイレベルな競争状況を作り上げていかないと、やっぱ野球成長しないと思うし。いやバントのコツないっす。
だソフトバンクが例えば3軍最初に作ったことによって、まあ、今こんなにすごいじゃないですか。その育成環境というか、あれもものすごいお金かけてるんですよね。まあ、それを出してくれたからこう野球界が発展してっている、まあ、そういう状況出来上がってるかなと思います。だってさ、中日、いや本当それですよ。自分は思います。ストイックに練習ですね。お金出せないんやったらちょっと球団変わってほしいって本当に思ってる。さあストライク送球と魔術師、早くも揃えることはできたが、試合家登録の人数をどうにか、まあそれもありますね。ステイホーナイス、ミゾットナイス。いやどっちにしよう。基礎骨かつ武田千賀の帝王か、ミゾットブロンコザンスコンボ、どっちにしようかな。井端さんチャンスも持ってるし内安打も持ってるんですよね。ブロンコザンスの方がロケットスタートと、まあ、チャンスのコツ重ね掛けで、一応井端さんっぽさを出すならミゾット。ただ基礎骨がでかすぎるか、臨床ポイントかなり節約できますよね。臨床技術精神をかなり節約できる帝王、あとプルヒの書もある。どうする。そして今日のこのスカウト血を秘密率の高さよ。うーわマジで選択悩むなこれ。手をいく？ヒートアップかな。経験点消費あります。経験点使い切れずゲームオーバーはやめてくれ。ちょっと待ってね。天王寺村雨ザンス OK。 あとは経験点で、まあ、とりあえず一旦補給上げようか。補給一旦 C の送球のコツがもうないはずなんで、ストライク送球、あと若干技術使えば経験点マックスは絶対大丈夫。守備職人が4回戦最強大学だったら可能性あるか。対ストレートまでこれか。あプラスホーム突入、テスラもラミちゃんからコツいらないかな。いやどうしよう。とりあえず肩20まで。東海って何？ピッチャー崩壊。まあ帝王ならいけるかな。まあ基礎経験点もね、ミゾットと帝王5点ずつ違うし、台風だったらその場合10ポイントずつの経験点の差もある。帝王いくか。打撃特能が欲しい。まあロケットスタート一応内安打丸持ってるけど、井端さんっぽさロケットスタートかって言われたらっていう感じですかね。追い込まれても強い井端さんにしよう。ヒートアップ、ちなみに、いやさすがにザンス使えないか。こうしてこうして、まあ、やべえがレフト、岩田さんセカンド適正いくつぐらいですか。守備力 C とか、もともとが守備力 A でショートが守備力 A でセカンド守備力 C とかですかね。ちょ
それとも適正マックスかな。外角低めストライク、カウントワンストライク、投げました。いや適正マックスじゃなかった気がするわ岩田さん。打った、抜けた、結果はヒットだ。ノーアウトで公式能力は確か守備力 C ぐらいだった気がする。岡部カウントワンストライク、オーマイガー、やばいぞ。まあ2段階ですかね、守備力がショートが守備力 A でセカンドが守備力 C で、セカンド主人公にしてファースト千代姫、打ちました初球打ち、ボールはレフトへ飛んで掴みました。そうすればショートに友沢を使うことができる。第9を投げました。マジか、シュートやらかしてる。宇宙間へのフライですが取りました。ちょっと待って、これでツーアウト。上限182ポイント、まだ経験点ゼロはやめてほしい。外れたボール、落ちる球、よくシュート、シンカー、フォーク。第3球を打ちました、イヤドリー強襲、東海帝王。さあここは足を使ってチャンスを広げたい。確かに昔そういう馬いたな、東海帝王。これは悠々セーフ、盗塁成功です。一塁ランナーは二塁に進みました。打った、ね、バッター一塁送球、おしおし、エラー助かってる。サードのエラーが記録。そっか、帝王のピッチャー陣こんなに能力弱いのはそういうことか。東海帝王を表してるのだ。ナリアスさんは今度です。あ、岩田さんセカンド守備力 D なんだ、結構低いね。結構どころやなく思った以上に低い。ショートが守備力 A でセカンドが守備力 D。 高速シュートはボール。さあ次の球、インコース引っ張った、惜しい、いい当たりですが左に切れていきます。ちょっと待ってね、犬川くん炎上してほしいのに。危ないボール、これはいけません。逆にまずい状況で出来上がってる。打ちました、よし、バットの根元ヒットナイス。これはヒットになります。ゆきの安打を放ちます。さあ矢部昭夫、この打席は何を見せてくれる。いや未だ打ち取りアウトゼロだからね、経験点がやばい。一塁ランナーは二塁に進んでいます。よし、矢部君今度こそヒットナイス。ライナーでやった、矢部ナイスヒットです。これで2打数の1安打。さあ天王寺走らせてと。二塁セーブ、矢部5時番の荒木さんはショートコンバートを落合監督に宣告された時に相当悩み、ヤクルトの宮本慎也さんに相談をしていた。いやーでもするだろうな。パワーフェスチャレンジャーズ、1点返しました。パワーフェスチャレンジャーズ、さらに同点のチャンスです。さあ打席にはヤベモン、何かゴールデングラブ賞を取るレベルの選手がですよ。自分の納得のいかない理由で、まあ、納得いってたかどうか分かんないけどね、まあ、コンバート命じられるっていう。まあでも実際それが本当に正しくて、岩田さんの送球のね、その質と荒木さんの送球の質考えた時にみたいな、そのコンバートは大当たりだったという。まあ結局は落合さん見る目がすごかったっていう話なんですが、なおもチャンスが続きます。さあ千代姫様のお出まし、これは楽々セーブ、盗塁セーブ。本当にそれで大丈夫なのかって思いますよね、普通はね。いやマジか、一塁送球。これヒットにならんか。守備に阻まれました。3回、いや今度はどうです。初球は初球を打った、いやかなりまずいな。昨日から愛知岐阜で WRC というラリー競技をやっていて、それを見に行きたかった。世界トップドライバー3人が全く同じところでクラッシュ。そういう競技のさ、クラッシュって本当にこう命に直結しそうだから怖い。めっちゃ危険なスポーツやと思う。航空機のなんだっけ、あの戦闘機のレースとさ、まあ、車のレースって本当に世界一危険なスポーツだと思ってます。投げました、打ちました、いやマジか。タッチはアウト、これでツーアウト。
守備に取られる矢部明夫。いかつい顔で悠然と構えます。始めた。キャッチャー二塁へ。これは悠々セーブ。成功です。665のダブルプレー、つらい。二塁に進んでいます。バットを出しません。いや、今度は試合どうです。あ、クルーは無傷だった。よかったよかった。お待たせしました。まあ、そういう中でやっぱ全力で、ね、安全対策やってるからこそあんな危険な競技スポーツで、ね、命守られてるんでしょうね。誰か一人がさ、ね、間抜けなことやってしまったらもう、例えばタイヤのボルト締め忘れとか、そういう間抜けなことやってしまったらガチで一人人が死ぬからな。不注意とかが許されないスポーツ。千代姫二塁までご到着しています。初球は初球打ち。だからこそ見ててハイレベルなところが面白いですよね。違う、クリーンヒットだ。全員が真剣ハイレベル。初球はさあ発射した。ボールを二塁へ送った。二塁はセーフ。落合さんの俺流まあ岩田さん、荒木さんのコンバート、あれも本当に当時は完全な俺流だったな。でも結果としてはもう大成功。ここはきっちりとランナーを送っていただきたい。ボールボール、キャッチャー三塁。これは楽々セーフ。ボール成功。でずっと黄金期続きましたからね、中日。あの時の中日は本当に強かった。これから3球目。打った。宇宙間へ持っていきましたがヒットになります。さあ、ちょっと精神ポイントやばいんで、可能な限りツーベースを打ちたい。あと犠牲フライも打ちたい。タッチアウト、ワンアウト。さあ、ここ犠牲フライ欲しい。投げた。どうや、取ってくれ。ナイス。ちょうどいい犠牲フライです。これでまあ精神も50点台乗りました。いやー、そういうのやめてほしい。帝王実業、なんとしても得点を上げたい。え、マジ。はい。第9を投げました。あー、1点取らない方が良かったんか。今のコンピューターに打撃を任した結果がこれよ。イニングを完全に飛ばされて延長戦へ。最新の技術もありながら最新の注意も必要なスポーツ。でまた技術革新でさ、どん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 競技性が変わってってるからね。エンジン性能が変わることによって、まあ、ブレーキ加速が変わる。すごい世界だよな、そう考えたら。よし、一球で決めるナイス。基本的には車の安全性はかなり高い。じゃあいいことです。まあ、なんだかんだ言ってプロ野球も危険なスポーツやしな。例えばさ、とんでもない打球がベンチに行って、そのベンチでこう下向いて水飲んでたりとか、汗拭きタオルを探したりとかして、で気づくの遅れて頭に直撃とか、可能性としてはなくもないですもんね。めっちゃ怖いスポーツだと思う。でパーフェス、このゲームマジで怖い。なんでこんなことになってんの。9回の表終了時点で筋力技術が70点ずつ、精神も言うたら74点。いや、やばい、上限182点。なんでこんなことになったんだよ。コンピューターの自動得点、自動失点によってゲームオーバー率が跳ね上がってしまう。それがパーフェス。ヒデックさんもどうも、こんな3番あります。矢部が打たれた瞬間に来た。いらっしゃい。いやー、きついよ。6回の裏犠牲フライ打った瞬間に大変なことになってしまった。まあ、もうとにかくツーベースで筋力、精神、技術稼ぐしかないか。
B 賞は多分もう大丈夫。3点差取れば絶対超える。第9を投げた。落ちる球見送ってもう強気で攻めてきます。紫エフェクトって何、ツーベースナイス。紫エフェクトツーベース。ちなみに今日車の窓ガラスが曇っていても走っていた。ラリーやってる人は頭のネジがない。頭のネジが1本ないとかじゃなくて全部ない。パフェスの通常運転、これが通常運転か。ああ、フォアボールは経験点ゼロ。まあもう勝負はここからです。さあ、そしてバッターは今日2本のヒットを放っている松浦。第2球投げた。失点できないな。軽くポンポーンと追い込みます。さあ、変化球一人1回の打ちました。うわ、セカンドフォースアウト。ストレート打ち取り、変化球一人1回のストレート打ち取り2回が必要。1塁3塁となりました。さあ、そして迎えるバッターは先ほどチットを放っている強気。気持ちのぶつけ合いということになります。さあ、3球目内角低め見送ってストライク。これで追い込みました。今の入れないと。さあ、次は何を投げてくるか。アウトコース流していく。あぶれ、惜しい。一塁線はファール。よし、三振ナイス。ツーアウト、ランナーそのまま一塁三塁。これで筋力技術がすごくバランスが良くなるはず。先ほどヒットを放っている杉村、投げました。うわ、ストレート系でアウトを取らないと。え、ムービング投げたつもりだった。危なっ。落ち着いて。パワフェスチャレンジャーズピンチの場面、ナイピなのに。破った。まあですよね。パワフェスチャレンジャー、過去にはボンネットが開いたまま全開。危険じゃねえのかそれ。前見えない、見えづらくない、ボンネットが開くと。それで運転か。窓ガラスが曇ってて運転もそうだけどさ、前見えなくても運転する人の神経がわからん。フォアボールは経験点ゼロ。ノーアウトランナー一塁二塁。ダーブレバウル。いいカーブ。さあ、フルカウント。よし、スローカーブか。打球はセンターへ。きっと、いや、危ない危ない。打球が転がっている。まずは同点。ゴブタイムリーなツーベースだ。今日これで5打数。ノーアウトランナー二塁。うまくいけば11回の裏から3点差勝利を狙いに行くことできるけど。これも外します。血が飛び出している。ひとまず三塁開けます。これでは帝王実業外野は前進守備を取ります。投球3球目投げました。剣か。村雨、勝負させてもらえません。ナビゲートする人が何メートル先どのくらい曲がってるかを案内しながら。いや、でもそれでも目視で道確認できないってマジで怖い。三塁もセーフ。いやー、スローカーブに救われている。帝王実業ここで前進守備を敷きます。打った。前進守備セカンド左。前が見えないっていうのは恐ろしいんですよ。パーフェスもこの後のイニングが操作あるのかどうか。先行き不透明とかマジで怖い。いやー、4点差まだ超えないですね。ひとまず三塁焼けて重当。帝王実業外野は前進守備を取ります。外れた。ボールを3塁成功。ポーリー数は合計14 2 4 6 7 9 11 13 14。先発ピッチャー誰だったっけ。ユキノ、ユキノ走ったっけ。いや、走った気するんだけどな、覚えてねえな。わからんときは記録しない方がいいか。一応記録通り14盗塁ということにしとこう。もう覚えてない。ユキノが走ったかどうかなんて覚えてない。そうだね、してないことにしとけばとりあえず大丈夫。パワフェスチャレンジャーズ、まあ、言うて筋力に技術が2ポイントしか、うん、それ変わらないんで、ランナーそのまま大丈夫大丈夫。一塁二塁です。よし、確実にアウトナイス。そのままベースに入って、ゲッツーなんて取りに行かなくていい。さあ、
2アウトランナー2塁3塁となりました。さあバッターボックスで友澤亮が待ち構えます。次はどう攻めるのか。スクリューはボール、空振りを誘います。どうだ、アップでショート守備力上げてなかった。投手交代です。うー、3点差で超えますね。11回の裏からスタート。いやもうこのイニングで決めたい。神高いきます。やべ、なんて信用できない。バツだ。うん、バツで OK。 次が4球目、投げました。どうや、いったかこりゃ。いや風向きが辛い。さよならか。カットマンへ送る。前回区間以外は普通の交通ルール守られていけないので、スピード違反とか競技期間中免停になって役割が変わった人もいる。運転手からナビゲーターへ。仕事が変わってる。サークルチェンジとスプリット了解。さあ外してくるのか。外角流し打ったけど、いやマジで風よ、風に阻まれている。残り5アウトでホームラン1本。明秀井端、井端さん守備力 F でも頑張りました。何かを狙っている表情だ。第2球を投げました。残り5アウトでホームラン1本。もう外角と低め打たない方がいい。あーバットの先か。これはやらかしたわ。あと4アウト。プレッシャーやばいぞ。だー、やっちまった。ボールの上はあかん。さあだんだんプレッシャーかかる打席になってきた。大丈夫。最終12回ファールグラウンド、ボールを掴みました。ワンアウト、ランナーそのまま一塁二塁です。さあ武田打つ気満々の表情です。水野この場面乗り切れるか。さあ次は何で来るか。ナイスカーブ、アウト。水野ツーアウト、ランナーそのまま一塁二塁です。さあここでバッターはここまで2安打、外野手一人神高なんでね。攻めるのか。初球見送ってボール。外野に飛ばされたくない。ピンチの場面、ツーアウトランナー一塁二塁。ナイスボール、見逃し三振。ふわ、さあ初球、さあさよなら血が頼むぞ。投球これから2球目。うわもうタイミングよ、惜しい。スタンドに入りました。ファール。第3球投げた、アウトサイドボール抜けました。神高くんの活躍の場面を。セカンド先生、二塁タッチはセーフ。ピッチャーとしてはマウンドに立たなかった神高。もう一回セカンドへ。バッターとしてはレフトフェンス。投球これから4球目。必要なのはホームランだけ。いや入ってくれ、もう怖い。やさよならフェスティバル、ありがとうございます。ラスト1イニングとかマジで怖いからやめて。てかもうイニング飛ばさないで。スカウト 100% ありがとうございます。いやパチパチパチあります。めっちゃ怖かったわ、あんだけイニング飛ばされてさ。いやもう強制延長戦、もう序盤で経験点稼がせてください。リフレッシュしてきてくださいね。いやオッケーです。コンボ3つ目、武田&千賀コンボ。まあさよならホームラン打ってくれた千賀くんからね、さよなら男のコツレベル4をもらいます。あとは金徳ヒートアップ。さあ金徳が温まってきた。いやナイス千賀くん、ありがとうございます。コアフルフェスティバル。いや本当にメンタル的に怖かった。もう絶対流し打たないって決めてましたね。
シャイニングバスターズ以外。ナイスエビル、ありがとうございます。ああ。いや、なんか超絶久々にコンボ4つ揃った気がする。なかった。そしてようやくミートカーソル上げることできますね。ミート C。パワーが53だっけ。総力いこう。守備いこう。守備が83とかだったよね。あとは肩。肩が65。よしよしよし、だいぶ上がってきた。セカンド適正が D。これか、1段階か、イバクさん。マジか。で、忘れちゃならないのが積極守備。もうチャンスも B 上げとこ。言うたらバント職人も取っとこ。バント職人をか、先に魔術師ですかね。OK です。いや、だいぶ井端さんっぽさが出てきた。戦力が猫か。 OK です。イニングを飛ばすな。いや、本当だよ。イニング飛んだらゲームオーバー危機が跳ね上がる。で、戦力的にどこなんだ。外野は武田村雨天の、いや、もう十分です。ショートが友沢主人公。サードが千賀と東堂真昼。セカンドが主人公と千代姫。ファーストが矢部門、千代姫。キャッチャーが猫神ゴブリン。まあ、セカンドもゴブリンいけますね。いい選手や。ピッチャーが上高雪の水野。ピッチャーが足りないかといって犬川はありえない。矢部門の代わりヌービスっていう手もあるが、いっか、天城に急ぎます。うん、今の最大の補強ポイントはピッチャー。投手だね。投手取ってきます。いや、言うてね、これ4回戦も上限208点、さらに上がるんですよね。これが怖い。イニング飛ばされたらさらにピンチ。イニング飛びませんように。低反発ボールでボールとイニングを飛ばないようにしてほしい。ボールは飛ばないけどイニング飛ぶんだよな。いや、ベンチでやんす。もうさすがに多分主人公を残しといていいっすね。友沢がセカンドの方が守備マイナス分少ないか。井端さんは2番で、東堂も入れときますか。調子極端。まあ、かといってゴブリン優先かな。 OK です、いきます。日産も巨人時代サードからセカンドコンバート。いや、でも日産、そっか、ミン最初サードだったんだ。いや、でも日産セカンド良かったっすね。結局セカンドでホームラン何本打ったんだっけ。30本近く打ちましたよね。初球打ち、引っ張った、レフト前ヒット、クリーンヒットな、ミスった。切り裂き、一塁蹴って二塁へ。次もイニング飛んだら意識も飛ぶ。もう頭がピヨピヨ状態になってしまいますよ。ノックアウト状態。いや、マジか。くそ。これはつらい。ベンチに帰りたい。入れさせてくれ、ベンチに。ここまでの怪しさ、なかなかお目にかかって器用。まずは初球。どうしてこうなった。初球からいった、レフト前ヒット、クリーンヒットです。
天王寺ヒットを放ちました。いや大丈夫、私でしたらランナーを走らせたい場面ですね。打って走りまくればいい。ボールを二塁、盗塁成功。ランナー一塁、ランナーは二塁に進みました。よし、チェンジアップなら三投いける。これは楽々セーブ、盗塁成功です。二塁ランナーは三塁に進んでいます。よいしょ。打った。羽生さん離婚発表、この前結婚したばっかじゃなかったっけ。ボールはコロコロ状態。まあそういうこともあるとは思うけど。ツーベースヒット、パワーフェスチャレンジャーズ。まずは初球、エビルアイ。これがパワーフェス。イニングが飛ぶ、意識も飛ぶ。バットを出しません。ボール、スバルのようにピヨピヨ状態になってしまう。恐ろしい。抜いていった。三塁ランナーホームイン。パワーフェスチャレンジャーズ、1点返しました。まずは一塁牽制、二塁送球、三塁ランナー。いや戻れる、ナイラー。セーブ、牽制、ランナーに睨みを聞かせます。戻れる、ホームに向かう。ナイラー続いてる。第1球、さあ外した。やったぜ。二塁セーブ。これは井端さんが生み出した通り。さすがの足を見せます。打ちました。そしてヒット。ボールは中継。そうだよ、この試合、この試合さえ乗り越えればあとはリモコン操作で投球操作アウト9個確定。さすがに4本これは戻れず。さあ初球、ランナー走った。これはストライク。でも大丈夫、まだ友沢が走る。盗塁成功。一塁ランナーは二塁に進んでいます。渾身のストレートはボール、カウント1ボール1ストライク。行くしかねえ。3球目打った。ボールはライダーで右中間へ、ヒットになります。ツーベースあるか。ナイスなバッティング。いやー牽制くるね。第1球、ランナー用意と。ボールを2塁送った、盗塁成功。ランナーが2塁、まあないな。1塁ランナーは2塁に進みました。さすがに走力 D で3投厳しいんで、ここはヒット狙おうか。チェンジアップはボール。やべ、もう煽りすぎ。第4球を投げました。まあだからこそこんな牽制来てんのか。第5球は、やべ、もう煽りすぎたせいでその後牽制来まくるという牽制ゲームになってる。いいバッティング。まずは初球、さあ発射した。キャッチャー二塁へ送球。いやでも OK ですね。ランナーが二塁に進んでいます。6者連続ヒット、外れた。かつ盗塁が6個。さあ3球目打ちました。よし、これで7者連続ヒット。これはヒットになります。ヒットは打ちてる。ヒットを放ちました。さあ1球目投げた、高め決まってストライク。さあ次の球、これはボール。第3球を投げました、スライダー見送ってボール。いやでもバッティングカウント、デビル高校打線舐めたらあかんしな。1点取っとく。これで8者連続ヒット、ミート打ちがめっちゃ機能してる。そしてバッターボックスは小西。このままどんどん攻めていきたい。相手の闇野さんのスタミナを削る小西くん。おっと体に近いストライクが入りません。渾身の直球ストライク。投球これから4球目。よし、こっから何球カットできるか。追い込まれた。オッケー、フルカウント。ランナー自動的にスタート。いやー勝ってほしい。ここは大事に。まあナイス6球、6球は投げさせた。デビル候補追う展開、迎える2回、そして迎えるバッター。いやどうせモブピッチャーはランナー出してくれるんで、守り切りたい。1点リードした意味がここで生まれるはず。ボールを掴んだ、アウト。パワーフェスチャレンジャーズ、同点のピンチを迎えます。もうイニングは飛ばさねえ。ここでバッターは福岡小西、確実に押さ、佐藤、村雨、ナイスエリア、村雨強い。では矢部くんだったらシングルヒットだった。第9を投げた、内側、危ない。ここか、いいボールだ、変化球が切れています。闇の、知ってたわブルヒモチ闇の。いやまたイニング飛ぶんか。やめてくれ。さあプレイヤー操作、ヒット、8者連続ヒット中。外れた、
攻めてきます。問題ここっすね。どうや、オッケー、ナイス、ミート打ち。あれ操作ヒットを狙いに行ける打席で9者連続ヒット。ミート打ちめっちゃ機能してる。ただしツーベースがまだ1本だけなんで。よっしゃナイス、ツーベースをたくさん打って筋力稼ごうか。え、10者連続ヒット、面白くなってきました。さらに勝ち越しのチャンス、よし、11者連続ヒット止まんねえ。ミート打ち、ミート打率マジか。ミート打率10割。ナイス、12者連続ヒット止まりません。いい当たりが炸裂しています。いやでも後が怖え。こんなに内野ライナー外野ライナーが出ないっていうのは怖い。チェンジアップ見送ってボール。第3球はそろそろライナーアウト出てきてほしいな。本当に怖いんで。3投よりも先に2投しようか。おっと武田が武田が戻れなくなってる、かわいそう。ツーアウト、さあツーアウト、ランナー一塁三塁となりました。ボールボール、ナイス、二塁はセーフ、ランナーが二塁に進んでいます。小西ここはヒットが欲しい。ナイスヒット13者連続ヒット達成。小西気持ちのいい当たりを見せてくれます。パワフェスチャレンジャーズ、いや違う、14者連続ヒットか。福岡今拾った。え、すごっ、15者連続ヒットもう怖いんだけど。大事なところでこの後ミート打ちの闇出まくるとか本当にやめてね。ミート打ちの闇が出ないと不安になる。ドラミさんえ、だって昨日あんなにミート打ちの闇出てたんだよ。今日すげえな、15者連続過去最高かもしれないこれ。パワフェスチャレンジャーズ逆転のピンチを迎えております。おい、それは聞いてない。熱盛警報発令中。いやちょっと待って、こちらプルヒがプルヒ闇のを舐めていた。目が離せない展開、パワフェスチャレンジャーズ同点のチャンスです。さあ武田打つ気満々の表情です。どういうミート打ち機能してるし。第3球を投げました、打ちました。打球はファール。現在15者連続ヒット中。よし、16者連続ヒット、これはヒットになります。え、何これ、過去最高やん。ガブリンと体を張ってバッター。アラン戦でこの幸運分が返ってくる可能性やりそうで怖いよね。2塁に進んでいます。投げた、うわ止めたくねえ。カウント2ボール、16者連続ヒット、これから3球目、17者連続ヒットこれがミート打ちの神か。神がここにいる。ミート打ちの神が降臨されてる。外野ライナー内野ライナーにならない、幸運の女神がそこにいる。もうバッター思わず避けます。第3球を投げました。投球操作アウトまだ2個しか取れてないのに筋力技術が100点ずつ。第4球を投げた、外れた、ボール、すげえな。そっか、ヒットを。ノーアウトランナー二塁三塁、打ちました。バックホーム、うわっしゃー、出た。カットマンへ送る、18者連続ヒット。あ、18者連続ヒット打てれば経験点こんだけ稼げるんですね。4回までに経験点、必要な経験点の約半分。さあ村雨、静かな所作でバッターボックスです。え、結局対闇のミート打ち打率10割、ヒットを打たなければいけない打席で、ヒットを打ってもいい打席で、ミート打ち打率10割、闇のありがとうございました完全攻略したなこれ。第2球を投げた、打ちました。さすがに止まる、止まらない
マジか、19者連続ヒット。何これ、タッチアウト、ツーアウト、タッチはアウト。いや毎回こんだけミート打ち機能しろよ。これが外野ライナーにならない。いやノーバンに見える。いやありがとうございます。さあ雲行きが怪しくなってきました。すげえな、チャレンジャーズ同点のピンチです。逆に怖くなってきた。水野、この場面でどういったピッチングを見せてくれるか。さあ勝負してくるのか。スクリューはボール、パワーフェスチャレンジャーズ同点。内角低め、見逃し三振。ここはバッターは9番水野。さあ1球目投げました。カットボールはね、 OK。 カウント1ボール。現在19者連続ヒット中。ストライク、胸元厳しいところ、ワンボールワンストライク。投げました。いやーここ止まるか。ボールはライダーです。ということで記録19者連続ヒット。ありがとうございました。さあ天王寺、顔でまあ、ようやく出てくれた外野ライナー。投げた。あれがいつもの見慣れたミート打ち。パーレスの甘い罠。投げた。幸運とかじゃなくて。アウト。これで2アウト。いやーでも、もう十分ですね。あとは投球操作当てて、このあと7回か8回で勝ち越し、3点差取ればいいだけです。なんという楽なことなんでしょう。一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。いやナイス投球操作。あと投球操作多分3回ぐらいでいいと思う。3回やってなおかつ4点差勝利。いやー素晴らしい。え、めっちゃいい状態やん。大きい操作来なかった。さあここグランドスラムが必須。追加で3点取らなきゃいけないですね。スリーランでもいい。バットの先、ヒットナイス。3者連続凡退。いやあそこは凡退してもいい打席だったんで。さあ打席にはヤベモン、何かを狙っている表情だ。ここでまあでも投球操作来ると思ってさ、その分の経験点残しておいたんだけど、結局操作来なかった。打ちました。これはスタンドに入りそうです。まあでもここで3点追加すれば経験点マックスいけるんで。おっと、ナチュラルシュート。期待に応えられません。さあバッターボックスで大丈夫ですよ。待ち構え、盗塁成功。まだいい状態キープできてます。エビル高校、ここで前進守備を敷きます。第3球を投げました。飛んでいった。ということで上限208点超えました。技術も10ポイントオーバー。エビル高校、あとは勝たせていただくだけ。さあここでバッターボックスは今日2本のヒットを放っている岡部。さあ外してくるのか。素晴らしいスライダー。対戦ありがとうございました。マジか、19者連続ヒットでかかったな。盗塁のコツドン、初球の書ももらえた。闇野とヤベモンコンボが確定。ランダ戦はありがとうございます。ワロワンダフォ、素晴らしい。やる気も絶好調。精神獲得できたのも熱いね。ということで、コンボ4ついきました。うわー、魔術師かつストライク送球かつコンボ4つ、これは嬉しい。いけるぞ。でこっからはあとはもうリモコン操作7回以降確定プレイヤー操作なんで、リモコンアイテムが強い。入れようとしたらワロってやった。ワンダファー、ワンダフォー、ワロワンダフォー。ここもピッチャーでいっか。初球の書、ワロワンダフォー。新しい言葉が生まれてしまった。ちょっと待ってね、岩田さんのパワープロ公式能力を見よう。
ミートが69、パワーが53、走力が70、肩65、守備83の補給が79。これで基礎値クリア。でセカンド守備力 D ですよね、多分これでクリア。盗塁 E なんだけど、20盗塁やってるし盗塁 B ぐらいはありか。フルヒット初球丸も取っとこう。さよなら男、対エース丸もありですね。精神守備力1上げるのに9ポイント必要。精神やば、精神という罠。いやどうもこんなです。こんな時間までお疲れ様です。まあ今日はね1回3回戦で、違う4回戦か、4回戦ちょっとガチャ揃わなくてやり直しやってるんですけど、まあでも言うて今2周目結構うまいこと言ってますね。なんか藤川球児会でバグってます一度4回戦まで行ってコンボ揃わなかったのに、これは一応2周目なんだかんだ言って早いこと揃ってる気するんだよな。肩10ぐらい上げる。変化球を精神へ変化球精神にお願いします。いやーでもいいんじゃない、メンツ的には本当にもうだいぶ良くなった。あと筋力がいらん、一旦59まで上げとくか。アイテムスケスケゴーグル、追加報酬リモコンが神だったけど、いや十分か。ボス戦でスケスケゴーグルを使うことができる。で神高はちょっとボス戦欲しいんで先発天木。うわ、いやさすがにこうかな。友沢セカンドの井端ショート、どうしよう。サードはさすがに調子好調千賀くん。ミートパワープラス20、パワー70、95、ミートが79、まあ千賀くんでいっか。武田がな、武田がちょっと微妙っすね。調子極端かつ左投手 F、 左投手 F がミートマイナス10のパワーで、ミートマイナス8だっけのパワーマイナス5、調子極端がミートパワーマイナス15なんで、パワーマイナス20された武田はちょっと辛い。変えよう。やべもん、まあ、やべくん1番で起用して、あとはパワー順調子順、うん行くか。なんだかんだ言ってファーストが不安です。V スラに絶大なる信頼を置いているまあなんだかんだ言ってコンピューターは V スラ空振ること多いですよね。スプリットはナイピ投げたとしてもファールでカットされることが多い。そう V スラは空振りを取れるボールなんです。大丈夫、リモコン使ってる。これで打ち取りアウト10個が確定。最強の選手との戦いやべえでやんす。ミートカスちっちゃ。アランが9番打線ということは相手4番バッター西賀くんか。ショート大声、守備力 C61、 走力54、セカンド永瀬、ああ言うて守備力 B 結構ありますね。レフトが雷、守備力 D52、 走力 D56、センターハサミ守備力47、キャッチャー神山、いや盗塁結構いけるね。で4番が西賀くんと、メンツとして結構弱い方か相手。カウント3ボール、ヘイヘイヘイ、スリーボールでやんす。こういう時に限って相手のピッチャー陣が、まあ進藤さん怖いですね、投手やつか言うてそれだけ。やべ、岸田
うん、相手打線に威圧感がいない、まあ、それだけでもだいぶでかいかな。流し打ちが機能しね、そんな井端さん嫌だ。さあ1球目投げた、ホドンブレイザー見送ってボー、低め攻めてきます。打った、落ち着いて、流し打ちが機能しない。投球これから3球目、バットを出しません、ボール。第4球を投げた、だー取ってこれで3アウトチェンジ。嫌な予感がするな、セカンドライナーが出てしまった。ここは迷うことなく走ってくるでしょう。投球2球目打ちました。これはスタンドに入る。まあ唯一打線として怖いのがアランと大越君かな、まあ、その大越君も言うて不調。スライダーはボール、カウント1ボール2ストライク、大丈夫なはず。友澤ボールを掴んだ、アウト。パワフェス、あとは守備がやべもんっていうのが不安ですね。さあ1球目初球を打った、ナイス魔術師。センターベース上の打球を普通に取ってしまう、これが魔術師。井端さん鉄壁すぎる。別に横飛びでも何でもない。ここは投げません、うん、ランナーを二塁に進められてしまいました。打ちました、強襲、やべ、もうナイス足、自分でベースを踏んでアウト。いや素晴らしい。さあ1球目投げました。このゲーム守備で稼ぐ経験点の方が大きい。チャンスで岸田の前にランナーをためない、いや本当にそれも大事か。岸田がついでに5番待った、4番が最後、ようやく流し打ちが機能した。さあここは足を使ってチャンスを広げたい。ちょっと1回2回が全く盗塁できてなかったんで、その分ここ盗塁しなきゃいけないですね。全員3投、全員3投指名いこう。曲名です、天王寺に曲名を出す。3投成功、決めろよ。あかん、聞こえてる、アランに聞こえてる。え、ノーアウトランナー1、2塁が、2アウトランナーなしに。どうしてこうなった。まずは決めてきました、インコース低めいっぱいストライク、見送ってボール1ボール2ストライク。落ち着いて敏捷を稼がないと。岩田さんナイス、さあバッターボックスでナイス。これは悠々セーフ、盗塁成功、一塁ランナーは二塁に進んでいます。なあ無理か、タッチはアウト。友澤ナイス、失礼。ツーアウト、ランナー一塁となりました。オーマイガー、痩せってる。二塁へ送る、今のは仕上げるのを見てから走っても間に合った。ちょっと良くないですね、焦りが出ている。焦りを呼び、そしてさらに泥沼、これが最悪の流れ。落ち着こう。まあなんだかんだ言って経験点結構稼げてるんで。フォークボール空振り、カウント1ストライク。第2球を投げました、ホドンブレイザー。まだ盗塁2回しかできない。攻めてきますがわずかにボール。いやでもシドリミ3球勝負でアウト取れたんでかかったっすね。カウント、シドリミもなんだかんだ言ってアビヒ持ってるから怖い。投げました、アウトを見送ってストライク。でアラン君スタミナなくなる前に仕留められるか、ちょっと敏捷を稼がしてほしいけど、いやー守備力いいだけど取るか。さすが総力は B、 ハサミ君。落ちる球見送ってボール。そうですね、投球操作5イニングで1人アウト6つ、ホドンブレイザーかなりいいペースです。今の投球で50球目になります。投げました、打ちました、ファウル。でプラスアウト9個だからね、合計15個のアウトが確定。投げた、インコースのボール逆方向へ、ほんとでかいですよ。打った、センターへ。ダメか、取りました、これで2アウト。
いやでも4回戦と打って変わって全然ヒット打ちてない。どう、これはいけると思う。いやナイスヒット。で走らせる。さすがに3投はギリギリやと思うからここはギャンブル。あーマジで牽制多すぎる。何なんだアランよ。走ることがまるで完全にバレてるかのような。岸田がシングルだったらもう OK。 いやでもここ幼稚ですね。なんだかんだ言って大声は怖い。さあ外してくるのか。打ちました。取れないのかい阿部明夫。肩も抑止力がない阿部明夫。これが矢部明夫です。いやでも1点で止めたのナイス。いやマジか、もう3投無理だな今日。まあ漆黒さんコンドラ散歩どうも。アラン戦パピオンはいなかったっすね。いたのが誰だっけ、水木と進藤と、うん、伊能くんだ。伊能くんがいてアーサーがいない。岸田を取ってるお相手さん、伊能アーサーコンボを捨てて岸田を取った。ボール外れた。パワフェスチャレンジャーズ同点のチャンス。ツーアウトランナー2塁。自分だったらありえないですね。戦力よりもコンボだろうが。内角ギリギリいっぱい、ストライク。フルカウントになった。よっしゃ超えた。クロスプレーは見れるのか。ナイスランナー変えといてよかったっすね。1対1。1塁にはやべ、得意の足を見る。あーやべくん。2塁送球。はい。スリーアウトチェンジ。焦りがすごい。A-side。いや普通には2塁の牽制アウトは仕方ないとして、1塁の牽制アウトめちゃくちゃ多いですねこの試合。いつもの3倍ぐらい牽制アウトになってる。さあ勝負してくるのか。焦りが焦りを呼んでいる。焦りの無限ループや。デアランの打撃は怖い。初球見送ってボール。よし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 、井端さん余裕でスローイングナイス。ストライク送球強え。いやでも本当に投球操作多いおかげで、なんだかんだ言って筋力技術がバランスがいい。言うたら敏捷もめっちゃバランスいい。そうかこれでいいのか。え本当にバランスいいな。盗塁4回しかやってないのに。投球操作が多ければ敏捷も稼ぐことができる。やっぱ全ては投球操作で。ナイスポテンヒット。いや井端さんの流し打ちナイス。でコントローラーの充電はちゃんとやります。積極的に行ってもらいたい。うん、少し落ち着いた。初球はさあ発射した。 OK なら、これは悠々セーブ。盗塁成功。まあ、寸前罰もないしね神高。言うてパワーもすごい。走力も B ありますよ。今の投球で80球目になります。どうやツーベースが理想なんだが、あまあ入っちゃうか。入っても OK。 リモコンなんでね、勝ち越しても打撃操作を続けることができる。素晴らしい。投げました。おっとこれはバットの先か。どんまい。レフト落下点に入りました。掴みました。これでワンアウト。アラン戦だけボイチャをしてる。アランボイチャでもしかして聞き取ってる。投げました。こっちの会話聞き取ってる。いやマジでさ、3投仕掛けようとしたタイミングの牽制がやばすぎた。これでツーアウト。相手こっちの経験点覗き見してるよ。絶対バレてるわ。
ちました。いや、これはミスショットが過ぎる。長瀬ボールを掴んだ。アウト。これでスリーアウト。さあ、いやでもなんだかんだ言った後盗塁やらなきゃダメですね。最低でも 3,4 個は欲しい。彼の最大の特徴は、さあ1球目、上限点234点が第2球はまだ言うて遠い。スライダー決まってストライク。第3球はか、もしくはあと追加で3点。カウント2-1、投げた。うーわ、スタンド直行コース、センター見上げた。まずは初球、やってしまいました。指にかかったストレート、カーブ見送ってボール。カウント1ボール1ストライク。やってしまいました。パート2、経験点めっちゃ下げられた。3失点ペナ。ここからどう攻めるか。さあ打席で岸田が立ちはだかります。スライダーから、正直ね、奪三振よりもフライアウトが欲しいけど、そんなこと言ってる場合じゃなくなっちゃったね。これはアウトロー、ギリギリいっぱいストライク。てか、あのパワーの選手相手にフライアウトを狙う方がおかしい。それはビッグフライになってしまうのは当然だわ。いや、マジか。長打警戒つらい。シガ&サイガがそこに立ちはだかってしまう。フライアウト取れませんでしたね。スリーアウトチェンジ。大丈夫かな。筋力と技術が149点。いや、そこはバランスいい。第9投げた。問題は敏捷ポイント入れ。惜しい。敏捷あと104点。追加で8点取るか、それとも盗塁5回やるか。打ちました。取りました。これでワンアウト。ガブリント体を張って頼むぞ。ヒット投げました。なあ、ファーストライナー打球が上がらん。音が、そしてバッターボックスは、よかった、伊能からや。スローカーブはボール。これは完全にボールです。いや、マジか。盗塁失敗分がめっちゃ響いてる。サークルチェンジ、空振り。失敗した盗塁が全部成功だったら、いや、もう強振打ちできたのに。これでスリーアウト。さあ、いよいよ最終回。しゃね。そっくり3人組、神山が打席です。パー担当で、パー担当でバウル。ちょっとね、ガチでフライアウト狙いたいですね、これは。さあ次は何で来るか。打ちました。惜しい。ワンバウンドヒットです。守備力 S だった。取れた。ヒット。さあスターの登場です。いやー、でも怖え、この場面怖え。変化球ビンビンに切れています。もうフライアウト狙ってる場合じゃない。さあ勝負してくるのか。ナイス三振。もう三振でいい。アンパイアの手が上がる。ここはホームランの危険性そんなないんで、まあ、ゲッツーも狙いたいかな。フライアウトかゲッツー。つまらん。振ってほしいね、ああいう打球。そしたら詰まるのに。サードへ放り投げる。上高、アン。さあバッターは永瀬。永瀬は好調、若干ホームランの危険性あるか。不利になる展開は避けたいところ。いや、もう普通にピンチだし、三振でもいい。いや、延長戦行かなきゃ無理ですね。第2球を投げました。盗塁数が絶対的に足りません。記憶でしたか。球威のある直球、バッター動けません。さあ次は何を投げてくるか。ランナー一斉にスタートします。うえ、外れたフォーム。まずい策でしょうか。しかし勝負して欲しかった。投げた。怖っ。低めいっぱいストライク。ワンボールワンストライク。さあ勝負してくるのか。フラネ外れた。パワフェスチャレンジャーズピンチの場面。2アウト満塁、ランナー自動的にスタート。ああ、振ってくれた。危ねえ。最後は全身全霊で投げ込みました。ただただ怖いピッチングでしたね。9回の表が終わる。さあ、そう、敏捷がやばいよ。矢部昭夫です。バットを出しません。ボール。4点差だと筋力技術はマックスいける状態作れてる。スプリットはボール。ただ敏捷稼がないといけない。
さあ3球目、ミアスは右上の数字全部168点からの4点差ボーナス 1.4 倍、じゃないと234点超えない。打ちました、いい当たり、よし、ヒットになった。ハサミに変わってますね、相手ハサミに変わってセンターラン、うわやべえ、それはない。一塁送球、やる、ないな。おいらチームを救うでやんす。まあ矢部君2投はできた、十分十分。3投はさすがにね、ギャンブル、これはしゃない。いけるか、あと盗塁2回かな、盗塁2回のグランドスラム。アーサーいないですね。他のピッチャーは水木と進路。いや、こんばんはです。まあ、水木と進藤なんで、なんだかんだ言って、進藤さんの投手威圧感が怖すぎる。いや、マジで牽制多すぎん。さあ、次の球。怖っ。こわ。うわぁ。いや、あとヒット1本からのグランドスラムでもいい。さあ、村雨。頼む、村雨。所作でバッターボックスです。舞台はこれで整いました。ヒットをくれ、ヒット。切れていきます、ファール。第3球投げました、流し打ち。いや無理か、惜しい。いや、ハサミはやっぱ守備力いいなんで変わってほしくなかったけど、ゲームは延長に入ります。さすがにシドリミや雷変えられることがなかった。投げた、外角低めいっぱい、ストライク、カウントワンストライク、ミットに吸い込まれるような直球。バッター、シャースイングナイス。外へ逃げるスライダー、空振り三振。これで4点差なら経験点マックス。9位のアルチ級、バッター動けません。一つ外したボール、パワフェスチャレンジャー、ナイス三振。三振、オッケー。ではハイランス、徳森さん、どうも、コンドラさん、パリアナス。さあ1球目、現在アラン戦やばい状態ですね。アラン戦の延長戦はガチで怖い。投球これから3球目、9位のアルチ級、バッター動けません。さあ仕留められるか。いや、ずれた。パワフェスチャレンジャーズ、ピンチの場面、際どい打球。ヒットエンドラン怖。ここでヒットが出ます。さあ神山満塁となりました。そっくり3人組、神山が打席。パー担当で、パー担当で、スライダーはボール、ストレートはボール、カウント2ボール。力配分が発動するサクセスキャラ。鋭い変化球で空振りを奪います。さあ次で決められるか。ナイス、井端さんの安心感、ストライク送球。やべ、ももちゃんとキャッチ。ではオッケーです。リプレイをご覧いただきたいと思います。いやー、井端さんの安心感パネーな。175点の3点差 1.3 倍はまだ超えないか。走るんです。ナイス、これで196点の3点差ボーナス 1.3 倍で超える。ここで前進守備を敷きます。よかった、進藤が来る前にホームランチャレンジいける。投げました、さあやはりピッチャー見ているのでしょうか。スリーボールです。フォアボールもかだけど、やだな。第5球を投げました、よっしゃ、ナイスホームラン。さあ相手敬遠しなかった、助かりました。勝負してくれた伊能君に感謝。さすが、決めるべき人が試合を決めました。はあ、いやマジでリモコン持ってきといてよかったです。降格法のおまけ。ありがとうございます。金徳くださったラミ神様。いや、ワンダフォーベイヤベモンフェスティバル、熱盛、ありがとうございます。ドラカツスタンプもありがとうございます。あー、めっちゃ怖かったけど、あそこまで投入失敗したらほんと危険っすね。いやー、でも乗り越えることができて本当に良かった。あ、
外野が1名足りない。メンツ的にはファーストやめもんでいっか。ピッチャーもなんだかんだ言って枚数整ってる気がする。外野か。指が勝手に。いやーでも黒江守備職人持ってるけど外野ってどうなんですかね。守備力 D ぐらいだっけ。やべよかまし。やべとやべと比較すればいける。阿部日持ちの総力 B。牽制で何回も通りアウトにしたからスケスケあげるね。いやでもスケスケゴーグル助かりましたよ。なあこれ難しいな。金徳にするかプルヒにするか究極の選択肢。怪我しにくさ A にすると精神が135ポイント解ける。きついな。とりあえずヒートアップ。あそうだ守備力、守備力最強にしといて。肩89 岩田さんをショートにコンバート。肩が強い、こういうことですかね。ミートもプラス10したいけどな。結構難しい。内野安打の丸のコツがラミーちゃんかやないか。あとは早急 B は取ってるし、いぶし銀選球眼粘り打ち流し打ち、流し打ちは言うて精神54ポイント結構高い。いや精神やばい。とりあえずラインドライブ。かミートも A に、いやミートも B にしよう。精神だな精神。どなたか精神くださいませんか。五十嵐くんとか精神これ獲得したらくれませんか。くれるわけもなく、そもそも五十嵐がいない。行きますかボス戦。スケスケがあれば3投も余裕できる。え、どうしよう。調子順やつかん3番村雨1番1番から7番まで調子好調。9番さすがに黒江くんかな、まあ、ただ阿部日持ち。あそっか闇のでよかったか。あスレッサ変える今まあ7番の打席で闇の出そうか。怖いな、途中交代されそうで怖いな。やべもんさっきからノーエラーだね。さあボス戦まで頑張ってきたやべもん、赤徳エラーが消えて補給がなんと G G 止まり。いやーでもエラーはしない、大丈夫。ファールファール OK。
え、ミスったそっか、それショートか。雪乃を許してくれ。主人公の不可思議な守備でまさかの失点。ねえ、今度こそショートナイスひどい主人公の守備ミスのせいでマジか。3失点か、無失点が3失点や。一つのやらかしが3失点ペナルティ。代償がでかすぎた。やめてー。いや、ユキノがかわいそうだ。無に帰れ。紫エフェクトとは。いや、ナイスセンター前ヒット。矢部君とは違うのだよ、矢部君とは。ウエスト見えてます。ミートカーソルでっけ。絶好調かつ初球までミートプラス25。お強い。見えてます。まずは一通り。ナイスヒットよかった。サードが三塁ベースカバーしてたおかげでヒット。いいね。三遊間ガラ空きになるのは素晴らしい。で、ギャラクシーゼロ見えてますいいよいいよ。スケスケゴーグルの強み生かしてるよこれ。まあ、ただちょっとビハインドなんでね、怖いですね。スタミナも削りたいし。三塁カバー。いや、アシスト盗塁っすね。いや、アシストヒットか。ナイス村上やった。いや、ナイスパーカーブチ。ひとまずナイスです。同点にしたいんでね。うん、しかも結果ツーベースは理想的。いいよいいよギャンブル通りしなくてもいいっていうのはでかいな。足上げるの見てから走ってもギャラクシーなら3投いける。あ、ノーストライクだった今。ファーストストライクから行ってしまったが、まあとりあえず同点 OK。 このハイテクソリューションを見よう。このスタミナの減りのペースやったらさ、え、どうでしょう、闇の登板させなくても大丈夫ですかね。7番がピッチャー闇の。いっか、出さなくていいや。雪乃のままでいこう。あ、さっきのね、あの主人公のヒットは別に狙ってませんでしたただまあ三遊間は狙ってましたね。まあ結果オーライ。思った以上にサード方向行っちゃってて焦ったけど、まあ村雨走ってたおかげで三遊間めっちゃ空いてましたね。結果オーライです。ナイス。いや、スケスケ本当強いっすね。スケスケがあれば面白いほど盗塁を決めることができる。マーズ2イニング40球。ユキの降板。あ、ほんまや、早っ。え、なんで
ちょっとさすがにそれ早すぎない？待ってよ、初期で打っちゃったよ。ずれてるずれてる。2番手ハランやめてほしい。持つかな終盤まで。アランがピッチャーの中で一番パワーあるんだっけ今。いやマジか、もう出たかアラン。レイブ回じゃなくレイブさんと親子対決、超絶久々なんだが。何もボイスがね。息子のフォトンブレイザーに言葉が出ないデイブさん。いやーストレートでアウト取れなかったっすね。まあでも奪三振なんで結構筋力もらえたはず。アランこれ7回持たないだろうな多分。ヒートアップミートパワープラス16、阿部ヒ、いやなカットナイス、カットナイス。次が5球目、6球な、いや5球投げさせてヒットナイス。阿部ヒな持ってないか。なんか阿部ヒアルテで打ってた今。ナイス、待って、シュートならいけるよね。怖いな。今度はドームです。ちょっとアラン君が一番ホームラン狙いやすいピッチャーなんですよね。リモコン操作時の7回以降にバスケ立たせたかった。うわもう狙うか。7番がピッチャーなん。ちょっとヤベモンと猫髪2人とも出塁できたらアランで強振打ち狙おう。ナイス、いやあるかもしれない。2点差ボーナスで筋力126点。どう、バットの先、いやナイスヒット。今日なんか掃除してミート打ちうまくいってますね。この時を待っていた。大きくなったな。え、どうでしょう、この点差をキープできるかどうか。果たして、まあ、大光月様も確かにパワー100、ただ校長アランにはね勝てないと思う。いいよ、さらに1点取るチャンス。ピッチャーが変わって打撃操作1打席だけ。この打席が終わったら点差縮まらない限り7回までイニングが飛ぶ。ビーナス、なあ無理か。アラン抑えた。あのアランが、いやでもアラン変わっちゃったね。怖っ。アウト9個全部ストレートアウトだったら超えると思います。いや変化球でアウト取ってるじゃねえか。ちょっと待ってね。やばいやばいやばい、ストレートでアウトが欲しいのに。いやー井端さん反応が強えな。いや大丈夫、まだ参る。勝負はこっからよ。ヒートアップ発動、ミートパワープラス8、
有言実行ビッグフライあります。ナイス。いやでもアラン親子対決一応ホームラン打ってたんで、まあ、最後サヨナラホームランを打つか、まあ、3回にホームランを打つかのその違いただそれだけです。いいか、まあ、とりあえず進塁ないです。よしで犠牲フライ確定でしょ。ないな。あとストレート移り5回でいい。一応来てますね。経験点マックスの可能性は普通にできてる。ただし失点許されないのが辛いですね。惜しい。これはどまい。あ、こっからストレート勝負ということは軽い球の水野よりも重い球の大攻撃さ。打ち取り次第で多分ストレート一塁3回でもいいかも。ナイス大峠様。あ、いけるね。奪三振含めれば3回できる。ナイスファインプレー。いやー、岩友コンビ。取ってくれ天王寺。ナイスです。フライアウトも筋力が多い。いや、全力ストレート内ピエ大ゴーエス様。外野陣が鉄壁よ。来たこれ。熱盛ありがとうございます。友沢のファインプレートで、いや、うまくいってる。やるな。どうや。いや、重すぎる。ミートパワーマイナス20がつらい。こんちくしょうめ。よし、ナイスミート打ち。今日本当に19者連続ヒットもあったけど、ミート打ちえぐいな。へいへいへい。アーキュリー、アビヒッテ、何。いや大丈夫、あとは勝つだけ。ふざけているのか。ふざけているのか。起動データを解析し、うわ嘘だろ。さすが逆境丸のレブさん。ただ6点差だとまだストレート一人2回できる。出番か。守備固めします。ナイス。ファースト怖い。いや、もう大丈夫なんですよ。バッバク音が。いや、大豪傑様渾身のストレートかっ飛ばされましたね。てか狙われてた。よし、これでホームラン打たれなかったら勝てる。大丈夫。ナイス。岩田さんにはサードだったか今。いや、ナイス。
さあ井端さんの守備カバーがえぐい。今のも間に合うんか。ありがとうございました。ということで全試合経験点マックス、ありがとうございました。インコースヒッターもゲット。インコースを無理やり流し打ってほしいですね。やべえ、パチパチパチあります。いや井端さんあれ普通にサード取れたんだけど、まあ、最後井端さんで決めたくて、でもさすがにちょっと辛いかなと思ってたんですけどね、間に合いました間に合ってしまった井端さんの守備がえぐいことが証明されてしまった。うわ、井端監督指名ワンダフォー、熱盛ペイドラカツあります。ビビルノさんもスタンプあります。いやマジで井端さんの守備ワンダフォーすぎる。肩も投球も強いからね井端さん。ちなみに OB 能力がない、 OB パーターがないんよ井端さん今現在。早く作ってくれ。でどうしましょう、マルチ弾はどうなんだろう。まあ、ひとまずコツあるのを取っていこうか。あとなんだっけ、流し打ちと粘り打ち溶けるね精神ポイント。であと選球眼、あいぶし銀忘れてた、パッカ精神やば。まだ足りない、どうしよう、マルチ捨てて、まあいぶし銀かな。あそうだ走塁忘れてた、ちょっと待っていろいろ忘れてる。リベンジ捨てて走塁、走塁 B、 これならいけるか。エース丸を捨てれば、まあでももう取らなきゃいけないもん全部取れましたからね。内野安打丸も取ってるはずだし、えどうしよう、リベンジかエース丸か。まあさすがにでもエース打ちうまかったからな、エース丸にしとこうか。怪我しにくさ B とかいけたら嬉しいんだけど絶対無理だね。どうしよう、インコースヒッター捨てれば怪我しにくさ B にしつつプレッシャーラン取りにいける。あハイボールローボールもいけますね。高め打ちうまかった記憶ある、まあ、もちろん低めもうまいけど。でプレッシャーラン、こっちの方がアウトクの数増やせますね。これでいっか。いやとにかく精神良かった。まあ硬いっすいやーでも走力 S いけるけどな。走力と肩を一応 A 止め、パワー C はちょっと違う、パワーもやっぱ D 止めか。で一旦補給を S と、いや補給を A か、こんな感じっすかね。うん、じゃあこれでいきます。井端弘和さん、いやー3日かかった。19射連続ヒット、文字数足りる？
な、クリボーさんどうも、コンドラスタンプありがとうございます。いや今日ね、井端さん19社連続ヒットできました。ミート打ちがめっちゃ機能した過去最高ですよということですげえ名前になったなこれ。19社連続ヒット井端弘和さん、井端と。出番号が現在監督なんで89番、作成日が11月の18日、本日がオーストラリア戦か。でも決勝進出確定と。いやー侍ジャパン井端さん監督としても頑張っていらっしゃってますね。頑張っていらっしゃってます。これでもう日本の優勝はほぼほぼ間違いないでしょう。はい、ということで、19社連続安打もあった井端弘和監督、作成完了しました。まあ、とにかくもう守備力最強にして魔術師&ストライク送球、これ追加で取れたのも良かったです。まあ、走力と肩はとりあえず A ギリギリまで高めてみました。89、うん。で、あとはバッティングの方もうまいんでね、まあ、流し打ちとかまあ、イブシギンが結構コスト高かったっすね。精神がやばすぎました。まあでも、まあ、いい感じに経験点使えたんじゃないかなって思います。セカンド適正は守備力 B、 積極守備持ち。いや、またよかったら井端弘和監督、パワーナンバーダウンロード、そして高評価チャンネル登録よろしくお願いします。あー守備すごかったな。いや、ボス戦の最後のあの守備ですよ。カバー力がえげつないこれだったらサード五十嵐でもいけますね。ほぼサードゴロをさばくショートそれが井端弘和さん。いやーパナイって解釈一致のイビシギン。いやでもイビシギンは絶対取りたかったんですよね。あの WBC2013 年だっけ。まあ、とりあえず中日出ますか。あの WBC での最後あのヒットよ、あれは本当にイブシギンだったと思う。よくぞセンター前に落とした。ああ3日ぶりのオペラか。現在のショートって誰。ドラゴンズ、あんまり選手がいないこのアカウントで作成全然しないですね、中日ドラゴンズ。なるほど、まあ、石川隆也さんは神だった、ラミ神様でしたぐらいか。半端ないな。あね、全然いないね。とりあえず19安打どこ。18年間感謝熱男松田、 6日間厳選の闇今宮さん作成9時間、ダイソー筒香、ダイソー 80% の闇井口三方向、これか。19社連続リュークさん、リュークさん変えようか。カリセさんになってる。まあ、とりあえず2番ショート井端、日本代表である岡林さん、や能力めっちゃ高え。このバッターを8番に置くのはもってないかでも仕方ない。うん、これでいきます。いやー捕殺数650は超えてほしいさすがに無謀。
記録を作ってほしい。いやでも最後のあのボス戦のさ、井端さんのあのカバー守備、あれアウトにできるところを見るとやっぱ魔術師ってえぐいんですね。いや冷静にあれおかしいよ普通内野安打だから、ショートからするとえなんでサード取らねえんだよってなるからあれは。うわドラゴンズ井端さんのおかげで頑張れてる。まだ首位と5ゲーム差、頑張れ。おっと1位から6位が5ゲーム差、なんだこのシーズン。横浜がちょっと飛び抜けた。いやドラゴンズ追いつけてる、頑張れ。阪神が落ち込んできたやっぱ阪神アプリ必要だったよ。いやドラゴンズ頑張れ、あとちょっとなんだけど落ちてきた。マジ寿司プラス守備100だからこその井端さんありがとうございます。いや井端監督締めいけてよかったです。いやすごいシーズンなんだけど、いやでももう少しちょっと頑張ってほしいなドラゴンズ。結果 7.5 ゲーム差最下位、阪神 6.0 ゲーム差6位やっぱ阪神必要だよね、アプデ情報、情報修正が必要だと思う。夏場の闇、一気に落ち込んでしまう夏場、阪神とドラゴンズ。みんな回復 G とか持ってんのかな。とりあえずベストナイン取れましたね。うん、ゴールデングラブ賞も当然のように取った。個人タイトルはないか平さんが先発で11完投、スタミナ D とか C だっけ確かで、11完投すごすぎる防御率 1.27、 めちゃくちゃ球数少なく圧倒したんだろうな。え、すげえな本当に。平さんそんな能力してる。スタミナ C65、 あでも C あればあるっちゃあるか、11カント。いやでも11カントはないよスタミナ C で11カントはさすがにない。ちなみにドラゴンズ66勝の72敗、投手成績は9エンジンいいっすね。総失点が464、阪神が452。うん、到底打高かな、打高到底一番失点が多いチームが1位、優勝。失点が少ないチームが、4位、5位、6位。やっぱ得点なのか、552阪神が428打点、ドラゴンズは453打点。この世界の野球は得点力が全てらしい。山賊打線再びってやつだね。山賊打線かっこ巨人版、村上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 、岡本岡本知ってた。お、3割飛んで7厘、ホームランが7本。え、いい線来てる。バント数いくつだろう。え？バントゼロ。もうちょっとやってくれてるもんだと思ってました。まあ27盗塁。結構リアルに近い数字ですね。いや、岩田さんっぽい成績になったこれ。ありがとうございます。3割7厘7本リーダー47打点の27盗塁。さあ問題は守備。ちなみにドラゴンズのセカンド守備はよし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 、守ってない、全部ショートだけですね。守備機会、まあ補殺じゃない、守備機会698 守備機会698、ショートでこれは日本記録で、エラーが4回、
捕殺395もなんか日本記録な気するんだけど。圧倒的ではないか。え、坂本さんの 1.5 倍ぐらい。マジ？えぐいて。パリーグの方のトップは守備控え323。え？いやこれ外野手か。あ、今宮さん649やってるわ。これはすごい。捕殺が374。源田さんが522。源田さんが522で。井端さんが698。どれだけ井端さんがすごいか。まあ今宮さんもすごいんだけど、あの源田さんをはるかに、いや捕殺数 1.5 倍ぐらい、 1.3 倍ぐらいか。 すげえな。まあというね、はい、これが守備最強の選手です。ありがとうございました。ということで、またよかったらね、あのダウンロードしてくださった方、パーターの方をご自身の方でご設定よろしくお願いします。現在 OB のパーターがないんでね、ダウンロードされた方はぜひご自身の方で、設定よろしくお願いします。ということで、ね、本日この辺で終わります。いやー、いい守備たくさん見れたし、よかったです。いやー、もう岩田さん最高です。ということで、明日そして決勝戦のね、監督としての仕事も期待してます。またこれからの世界大会も楽しみや。ということで、おつそらでした。失礼します。バイバイ。